ちょっと疲れてきたぞ。ジョソコンからミスコンか。その後ミスコン控え室。あ、大谷。アバドンどうすんのこれ。ぜーぜー聞かざんなさいな、ガキンコちゃんたち。怖い怖い。漫画のキャラかよ。え、柏木の優勝狙いって真顔なわけ？マジで優勝したいんだろうな。痛いな、ほんと。水着買ってきたのか、もしかして。さっき優勝した熊田さんから差し入れです。差し入れ。水着だそうです。気が利くね。ちょ、いらないって。大人の魅力さらけ出すわよ。本当に漫画のキャラだな。アバドンの水着どうなんだよ。はち切れちまうんじゃないか。売ってんのか、アバドンの水着。ま、私は自前の水着だけど。柏木先生は別の意味ではち切れそうだもんな。持ってきてんだ。私も自前ですけど。なんで持ってきてんだお前は。もともと水着で出る気だったのか。何なのこの人たち。大谷さんのやる気がすげえな。何なんだろうな本当。やっぱり辞退しよう。あーれ、おじけづいたの。ま、負ける戦はしないのが賢明よ。アイドルなんて言ってもやっぱりガキンコよね。心も度胸も体も。主にリセチー向けの恨みの声だったのか、柏木の恨みは。はあ。煽り体制なしか、リセチー。どうせミス八校に選ばれようもない人たちだし、辞退でいいんじゃないですか。なんならこの体に見合った自信のデカさは、どっからその自信を持ってきてんだ大谷。あんたは選ばれるってわけ。こんないびきマジ。いびきやばかったもんな。なーに、いびきって意味わかんない。見た目も頭も言葉遣いも悪いのね。グラフィックあったのかよ、花子のちょっと似合ってするやつ。こっちはあんたのせいでどんな目にあったと思ってんの。ユッキーまで怒ってるぞ、珍しく。カチンってきた。出ちゃう流れな。煽り体勢あるやつ一人もいねえな。あら、あたしと勝負しようっていうの。無駄だからやめときなさいって。なんなんだこいつの自信マジで。着替えるときもう肉ごと着替えるのかもしれねえな、花子は。あなたの友達にも忠告しとくわ。どうせ負けるんだから今のうちに逃げた方がいいわよ。大谷めっちゃ煽るやん。逃げるですって。なんであんたから逃げなきゃなんないのよ。確かに前は逃げたけどね。いびきはあれ逃げないと死んでたからな。殺されてたから。だからこそよ、リベンジ煽られてるんだよ。喧嘩売られて黙ってらんないっしょ。結局出るのか。うん、もうユッキーが引き始めてる。ねえリセちゃん、ナオト君、逃げるなんてできないでしょ。ナオトはどうなんだ。ナオトはですか。ナオトの水着見たいんや。そんな簡単に挑発に乗ってどうするんですか。ナオトもナオトで慌てすぎだろ。無理です。水着なんて僕絶対無理ですから。もう声変わってきてるやん。逃がさない。別にユッキーとリセチ出たらもう勝てるだろう大谷には。でもナオトには一番出てほしいわ。ミスコンを陽介幹事と一緒に客席で見ることにした。ちょっと一回切るか。よし。文化祭2日目のメインイベント、正真正銘ミス八甲コンテスト。どういうこと、こいつらこっから脱いでいって水着になるってこと。この2人は審査が続いています。聞こえますか、この歓声が。歓声上がってんのか。おー、上がってる。では次のから
2年2組里中千恵さんどうぞ。あれアバドンの水着は、あやっぱこっから着替えるのか。里中千恵です。私服やん。ちょっと頑張ってるやん千恵ちゃん。では自己 PR をお願いします。左下に千恵ちゃんの隠れファンがいたな。性格はおとなしくって、好きな食べ物はプリングです。いや千恵ちゃん素で頑張った方がいいと思うぞ。カンフーやった方がいいぞ。カンフーした。え、なんか審査してるやついる。下でつけ肉だろ。審査してるやつになんかアイマスみたいになってんじゃん。ありがとうございました。肉でガツガツいっといていいねんな。同じく2年2組天城ゆき子さんです。ゆっきーもちゃんと頑張るのかな。あ、私服だ。こんにちは天城ゆき子です。やっぱゆっきーいいな。家は旅館を経営しています。天城屋旅館です。みんな知ってるだろうな。近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください。宣伝するやん。日帰り入浴もできますのでどうぞごひいきに。いいね。はい、ありがとうございました。しっかり宣伝も入れる。続きましてはなんとこの人、1年2組藤川理瀬さんです。いや理瀬地は反則だよな、よくよく考えたらな。お私服だ。こんにちは藤川です。さすがにレベルが高いな。それずるくない。アイドル休業中でごめんね。リセチーム頑張るから、応援よろしく。もう復帰する気満々やん。生リセチーですよ。ありがとうございました。まあ、いつも見てるだろうけどな、生リセチーは。続きましては噂の転校生、1年1組白金直人さん。これよ、気になるとこはこれよ。おい感じ次だぞあいつ。よく見とけよ漢字。ちょ、静かに。めっちゃ楽しみにしてるやん。あ、帽子取ってる。あ、帽子取るとそんななるんだ。こんなコンテストで壇上に上がることになるなんて。顔変わってね。あ、本当に直人か。夢にも思ったことがなくて、その何を言っていいのか。困ったな。これはこれでずるいな。興奮しておる感じが。以上の個性豊かな6名で競っていただきます。めっちゃあれ帽子大きかったんだな。超小顔に見えるな、帽子なくなったら。それでは特別審査員の熊田さんから出場者に質問をしてもらいましょう。うん、水着はい熊田。アリスじゃないんかい。そしてほんほん、特別審査員の熊田です。私を怒らせると不利になりますのでよろしく。取り仕切るのかよお前。千恵さん、彼氏はいますか。お、なっ、バカ。直球ぶん投げるね。ユキコさん、チスの機嫌は。おい、一番未経験っぽいユッキーがこの中で一番進んでるからな。チスもしただろう。やめてよ。ナオトさん、体のくすぐったい部分は。うざ。しかし気になるな。今度リセちゃんの家に遊びに行っていい。もう関係なくなってきてんじゃないかよ。これにはリセチーもうまく返せず。さて、ここで皆さんに驚きのお知らせです。でもリセチーの家豆腐屋だからいつでも遊びに行けるんだよな。なんと今年度から本コンテストに水着審査が加わりました。いや悔しいけど一番気になるのはアバトンだわ。身長めっちゃ高いし頭一つ飛び出してんぞ。これもこれもこの熊田さんのおかげです。いやそこは認めざるを得ない。参加者の方々には水着に着替えてまた登場してもらいましょう。なるほど、こっからってわけね。
カットかよそこ。ちえちゃんの水着かわいいんだけどな。大谷あれ意外に柏木先生はあれか、競泳っぽい感じか。ちえちゃんかわいいよな、水着な、スタイルいいわ。おっさんかよあんた。けどちえ先輩かわいいっす。おお前珍しいな、率直な感想を述べるとは。あ、ユッキーね、これを見たことあるな。ユッキーもかわいい。すいません、すいません。まあユッキーは裸も見たことあるしな。これはポイント高いぞ。むしろありがたいよな。おっさんっぽいな、確かにな。おお、天城先輩、俺の思った通りの人っすよ。普段からどういう妄想してんだ感じ。感じは見たことあるじゃん、この二人の水着は。意外に柏木先生があんまエロくなかったな。ある意味逆に競泳水着がエロいっていうことか。やっほ、リセチだよ。まあ、リセチは慣れてるだろうしな。うわーずるい、アイドルは違うな、やっぱ。いやまあ慣れてるわな。そうっすか。確かにちえちゃんユッキーとそんな比べてもそんな大差ないからな。ちえちゃんユッキーもスタイルいいしな。気になるのナオトだよ。あれ？白金さん。ナオトどうなるんだ。出てきませんね。いかん、ついついもうアバドも見てしまう。あ。残念ですが白金さんは急遽棄権ということになります。なんで？まあいいわよ、棄権しても。ライバルが減ったのはいいことよね。ちゃんとグラフィックあるんだ柏木先生。なんか怖いんだよな柏木先生の顔な。ああやっぱそうなんか。残念だったよな感じ。え、いやそのまあそうっすね。そうだな、感じとしては出てほしいわけだしな。けど一次審査に出ただけでもあいつ頑張ったんじゃないっすか。確かにそうだよね。まさかここまでノリよく付き合ってくれると思わなかったよ俺も。まあとにかく投票しないとな。お前誰に入れる？あマジで、なんでアバドンないの？ナオト入れたらどうなんだろうな。ナオト、気になるな。ナオトに投票したらナオト出てきてくんねえかな。ナオト入れてみっか。ナオト入れてみっか。気になるんだよ。これありなの？気になるんや、ナオトの水着が。出してくれ、ナオト。お待たせしました。集計の結果が出ました。一応これ影響するのかな、俺の一票は。集計結果ですが、男性票は大きく分かれました。まあ普通に行けばリセチだろうけどね。ご意見もそれぞれの参加者に熱いコメントが送られています。アバドンにノーコメントかよみんな。一方、女性票は。ある参加者に集中。これによってトップに躍り出たのは、どっちにしろナオトになるのか。女性票それ集めるよな、ナオトがな。優勝は白金ナオトさんです。うん、彼女の中性的な魅力が多くの女性のハートを離さなかったようですね。なんでアバドンうつむいてんの、なんで悔しがってんの。ではダイナマイトパーティーだけどな。表彰と言いたいところですが、白金直人さんは現在まだ席を外しております。優勝したら出てきてほしいね。出ないのに優勝か。水着出してないのに負けるっていう。なんか笑える。ちえちゃんも頑張ったよな。直人に負けちゃうとはな。女子の票が必要なら仕方ないかも。リセチの直人呼びいいな。あの人たちにはうちらが勝ったってことでよしとしましょうよ先輩。まあそうだな、この二人なんなんマジで。私この私が美しさで負けるなんて。顔ひでえな。だそのうちビキビキっつってなんか顔にひびが入りそうだな。ポロポロポロっつって。柏木先生。私悔しい。アバドンも水着グラフィックあんのかよ。横向くとすごいな、アバドン。私もよ、本
なかなかの分厚さだな。ちえちゃんが3人ぐらい入るんじゃないか。柏木先生、柏木先生のスタイルの良さは普通にすごいな。おいくつなんでしょうね柏木先生は。これ維持してるのすごいわ。ミスハチ校コンテストが終了した。ああ、にぎやかなイベントだった。アナオトいるじゃん普通に。お兄ちゃん、ナナコやっと来てくれたか。ナナコに会いたかったんや。おお、見つかってよかった。待ち合わせとかなしか。それ大変だな。現地への出張があってな、帰りが明日になりそうなんだ。マジか。ナナコと二人っきりか。しょうがねえな。せっかくのお前の学校の文化祭だ。俺もナナコと楽しみにしてたんだが。ああ、本当いいお父さんになったな、リョウタロウコミュ終わってからな。すまんが、ナナコだけでも連れてやってくれないか。いいぞリョウタロウ、心配せず出張してくれ。じゃあナナコちゃん、私たちと一緒に回ろうか。いいね。いいの？じゃあすまんがよろしくな。いってらっしゃい。おう、ナナコ楽しめよ。いい家族になったな。涼太郎いいお父さんじゃん本当。ね、ナナコちゃん、今晩うちに泊まりに来ない？マジで？行く行く。俺も行くよね一緒にな。保護者だからな俺が。ええ、ゆきちゃん今なんて。旅館で打ち上げ？あ、打ち上げね。いいんすか？うん、前に約束してたから。わ、律儀ゆき。ええー、子や。おお、やったぜ旅館。いいな、旅館で打ち上げとか。温泉卵食べられる？旅館とか行ってねえな、ここのとこずっと。あ、おじいちゃんに電話しないと。一泊ですよね。そっか、直人おじいちゃん子だったな。みんな一緒で楽しいよね、おいでよ。七子行くだろう、そりゃ。いいの？いいんです。せっかくだし甘えようか。七子が決める。温泉温泉。七子に答えてやれよ。あ、でもこのリアクション気になるな。はしゃぐ美咲が見て、はしゃぎて行く。お泊まりする。七子かわいすぎるだろう。まだシーズンでしょ。10月ってどうなんだろうな。さすがに減ってきてんじゃないの。今年はお客さん減ったし、それに空いてる部屋もあるから。ちょっと悲しくなるけど、まあでもそこは甘えさせてもらおう。そっか、ならいいんだ。なんかユキコのとこ泊まるの久しぶり。おちえちゃんよく行ってたのかな。まあ有名な旅館だしな。今日はみんなで天城屋旅館に泊まることになった。これは何か一夜の間違いがあるんじゃないか。過ちが。おお、ちゃんと専用グラフィックあるのか。これは人イベントあるで。みんな一緒の部屋じゃないかもね。何この顔、なんか誰かに似てるな。なんか昔の漫画に出てきそうだなお前。そりゃそうだろ。隣ならまだ許すけど、遠くへ行ってしまったクマ。赤塚不二夫ぐらいの漫画に出てきそうだな、その顔。空いてる部屋あんまないらしくて、あいつらは別の階になったって。なるほど、まあどっちにしろ一緒の部屋ではないだろう。七子ちゃん連れて早速風呂行くってさ。あ、七子も向こうの部屋かよ。ずるいわ。婚浴？婚浴ないだろ今時。何遍も入る趣味ねえし、寝る前一回行きゃいいっすよね。まあ俺もそれ派だけど。感じ、俺も温泉行ってもそんな温泉入んない方だけど。だな。まあ男は大体そうか。ところでこの部屋どういうことなんすかね。何、めっちゃいい部屋やん。結構上部屋みたいなのに。うん、やっぱお前も気になった。普通シーズン中に開かねえよな、こんな都合よく。意外に厳しいのかな旅館、いろいろニュースになってから。あえてスルーしてたんだけど、まさかここで何かあったとかか。
いわくつきか。確かあのブラウン化のテレビちょっと怖いもんな、黒電話と。何黙ってんすか先輩ら。まあ、ペルソナ使いが例にビビってちゃしょうがねえわな。そういやさ、あ普通にびっくりした俺も今、コントローラーブルってなるから いきなり鳴るね。しかし幹事出てみ。まあ電話は大丈夫だろ。何ビビってんすか。浴衣似合うな。幹事の手が震えている。はい、あ、そうっすか、どうも。旅館の人からでした。まあ普通そうだよな。露天風呂今なら結構空いてるらしいっす。お、これはイベントあるんじゃないか。風呂イベント素晴らしいサービスだな、天城屋旅館。嫌な汗かいた。黒電話の音ビビるよね。じゃ流しに行きますか。男だけか。あ、クマみんなとお風呂楽しみだな。毎回クマのランクアップイベントが予測つかねえ。ちょっとびっくりする毎回。みんなで同じ方向いて背中の流しっことか富士山見ながら歌ったりするんでしょ。今からやりに行こうぜ。それじゃあ、それは銭湯だと思う。そんな恥ずかしいことはしない。楽しみ。ちょ、夢を潰すのはやめてやろう。今すぐ行くところだけど。いやー、それにしてもこっちは楽しいことばっかり。クマよ、向こうに比べたらな。これも先生がクマのところにみんなを連れてきてくれたおかげだよね。確かにテレビに入れたの俺だからな、最初な。ありがとう先生、もっと感謝しろ。クマが感謝の眼差しで見つめてくる。向こう黄ばんでるだけだもんな、テレビの中の世界って。8、え、何気 8? そんな上がった急に。え、この間5とかじゃなかったっけ。めっちゃ上がってない。エレベーター来てっぞ。あ、こっちおいでよ、広いよ。これプレイヤーだけ覗けるやつやん。ありがてえ。ユキいいな。あ、確かにちょっとでかいのか。陥没ではなさそうだな。ちょっとよくわからない。もうちょっとよく見せてくれ。ナオトって肌すべすべ。あの全員ナオトに興味津々かよ。まあそりゃそうだよな。7個、ほんとツルツル。7個だけ置いてかれてる。いいな、色も白いし髪もサラッサラでさ。ちえちゃんも色白いし髪サラッサラじゃないの。余分な肉も全然ないし。確かにスタイルは全員いいからな。ちょっとどこ触って。エロい。ななこちゃん。今のユッキーの動きなんなん。激しくバイブレーションしてたけど。あ、こんな風によそで止まるのって平気？怖くない？ナオとななこのアウト初めてじゃないっけ？前に会ってたっけ？楽しいよ。ななこの。7個の裸やん。いつも一人だから、お兄ちゃん帰ってくるまで。それね、いつもテレビしかないからな、話し相手かわいそうに。そっか、みんな7個に優しくしてやってくれ。留守番上手なんだ。留守番上手だな7個はな。一人の時は知らない人が来ても玄関開けないとか守れるよ。7個はもう留守番上手だな。そっか、偉いな。偉いね。ねえ、ななこちゃん、泳いでみる？ユッキーの黒髪いいな。いいの？まあ、おかみがいいって言うならいいんじゃないか。私、小さい頃から泳いでるから。意外に悪いやな、ユッキー。今も泳いでるの？今泳いだら怒られそうだな。否定しろよユキコ。泳いどるんかい。じゃあっちの縁まで競争しよう。負けた人がフルーツ牛におごり。え、7個が不利じゃん。ちゃんと手抜いてやれよ。私ラムネがいい。ラムネいいね。私ビールがいい。え、ちょっと私も。あ、雷が。
人の真似。楽しそうだな。上手。丸見えよニセチ。クソ見してくれ。うん、ほう広々くま。熊かき披露してやるくま。普通に入ってくるんかい。あいた。で、あんたら。覗きとかいうレベルじゃねえぞ。絶対男どもブランブランさせて入ってきてるよな。それがヤバいだろ絶対。 こっちのセリフ。なんというカズノ。ここはリーダーとして、え、居残り指示撤退指示。いやいや、もう居残って録画するしかねえじゃん、目に脳内に。あー勇気がない。くそー勇気が足りないな。勇気を上げとくべきだった。いや、なんか根気でなんとかならんか、俺の根気で。回避しよう、全部、オケを。オケを回避しよう。オケ、凄まじいぞ、数が。撤退することにした。マジか、勇気いるのかよ。これ、居座ったら、もっと見れたの？イベント。覚えてるよ。そう、全然見れなかっただろうな。後で制裁が必要ね。リセチが一番やばいポーズ晒してたけどな。すごい、いっぱい当たってた。お姉ちゃん上手いでしょ。まあ、笑えるぐらいだったらいいのか。見られた。ナオトのこれ、いや、やばいだろう。見られただろう。あ、この時間ここ男湯だった。ユッキーのせいかよ。間違えちゃった。よかったな、他のおじさんとかじゃなくて。あははって、マジかよ。なんかあいつらに悪いことしちゃったかな。そうだよ、もう許してやれよ。どうします。言わなきゃ平気だって。内緒内緒。リセチポジティブやな。ナナコちゃん、もう一回競争しよっか。普通にまだ入り続けるんだ、ずぶといな。他のおじさんたちが入ってくるとかいう、そういう恐れはないのか。しくしょう、さっき確かめたけど、あの時間の露天は男湯だったぞ。男ども不憫だな、毎回。ひでえ、ひでえよあいつら。なんかクマの頭がデコボコしてるな。一番近距離で当てられてたからな。それタンコブだな。お前タンコブできてやんの。はあ、カンジはでも見れたのか、ナオトのおっぱい。なあお前らさ、見たか。お、見たよな。いや、お、見てないのか。何も。クマお前入ってたやん、湯船まで。しくしょう、いいことなんか一個もない人生。そう、敵の方が上手だったか。もう寝よ。待った先輩、なんか聞こえないっすか。お。あ、めっちゃはっきり聞こえる今の。聞こえちゃった。まさか出たっすかね。めっちゃはっきりフフフフっつってたけど。出た？何が。そんな、まさか。ここ死んだ山のアナが泊まった部屋っすよ。お袋が言ってました。マジか、山のアナここで自殺したんじゃないだろうな。言っちった。この部屋確定なのか。そのことをうまいこと忘れてたのに、お前言っちった。言っちった。そうか、それでお札か。天木の野郎知っててここに通したな。お札まで貼っちゃってんだと思う。これはまずいですね。風呂の仕打ちといい、やられっぱなしじゃんか俺ら。
山のあの霊と話して犯人特定しようぜ。山の穴めっちゃ出てくるやん。おわこんなんじゃ寝らんねえよ。お札貼ってある部屋には寝れねえな。決めた、ゆきさんとこ行く。みんなの寝顔見ながらじゃないと安心して寝れないですから。お前かっこいいこと言うな。ちょ、寝顔って寝室入り込む気かなの。賛成だろ行くしかない。おい、どうする。行こう。決断早っ山のあのと一緒に寝れないわ。無理だってこの部屋。オッケー、寝起きドッキリよーそろ起こしちゃダメだろ。あ、忍び込むのか。みなさん、おはようございクマお前そのぬいぐるみ持ってきてたの。クマ寝起きドッキリ、もとい寝込みドッキリ、リポーターのクマクマお前いつの間にそれ来たんだよそんなでけえの持ってきてたんだ。なんとなくないと不安なので持ってきてるんです。そのしゃべりもういいよそらな。お、串です。長い髪の毛がついています。お前めっちゃノリノリやん。感じお前意外にやる気だな。ペロペロしろペロペロ。林間学校のリベンジっすよ確かにな。おお、いいこと言うじゃん。よし、俺もがっつりリベンジ普通に足元に寝てんのか。これは歯ブラシですやっべー、なんかドキドキしてきた。陽介こういうの好きそうだな。あ、けど七子ちゃん。あ、本当だ、七子には触れるなよ。大丈夫、七子ちゃんは寛大な子まあ確かに何しても許してくれそうだな七子は。ただ嫌われたくはない。まあそうだな。リベンジに巻き込まないように、起こさないようにしろよ。確かに七子には迷惑かけたくないな。七子どうなってんだ。いよいよお布団に到着。よく寝てます。アバドン並みの膨らみがあるぞ。失礼します。ゆきちゃん、お化け怖いよ。いや普通に起こしにかかってるやんそれ。よし俺だってな、お男見せるぜおナオトの、ナオトの布団行くのか。里中先輩、ちえちゃんかよ。優しくしてくださいなんでちえちゃん選んだんだこいつ布団足りなくね。これどういう状況だ。あ、ちょっとなーにあ、じゃあ絶対アバドンやん。左すげえな、柏木先生の髪型上だけ切り取ったらちえちゃんに見えるんだな。てかエロいな浴衣すごいな、あの一人でその膨らみを実現してたのか。あらやだ、君たちそういうことだったわけなんでお前いびきかいてねえんだよ今日に限って。もう言ってくれればいいのにお前クマに対して言ってんの。ぬいぐるみみたいな、中身知らないだろお前。いけない子たちね何この BGM 出たあ、やさ触んなって触ってんのかよ、手が早えな。さっきまで二人で泣いてたのよ。魅力のわかる男がいないって。昇進旅行来てたのかこいつらも。いいわ、いらっしゃい。その代わり誰にも言っちゃダメだぞ柏木先生とならな。カモーンアバドンにはちょっと飲み込まれそうだからちょっと あってはならない体験をしてしまった。おとなしく部屋で休むことにした。まあでもアバドンの横に寝るぐらいだったら山の穴の横で寝た方がいいかもしれないな。まだ風呂入ってたんかい。あー気持ちいい。
七子は七子。やっぱ24時間お風呂入れるって最高だね。うん。七子ちゃんはぐっすり寝てる。ああ、また上がってから入りに来たのか。そういえば隣の部屋に柏木先生と大谷さん泊まってたよ。ちょっと一回切るか、長いなイベントが。いや、大谷のいびきだったら隣まで聞こえそうだしな。びっくりしちゃった、仲いいんだね。確かあの二人何なんだよな、先生と生徒で旅館に泊まりに来るかね。冷静に考えたら時々泊まりに来てくれるんだ。どういうつながりなんだろうな、あの二人。辛いことがあると泣きに来るみたいで。OL かよ。へえ、やっぱ直人君にコンテストで負けたのが悔しかったのかな。うん。その話はしないでくださいよ。なんで水着で出てきてくれなかったんや、直人。まあ、あの二人いいコンビだよね。まあな。天気旅館での夜は更けていく。うん、まあ普通に覗きイベントはあったけど、直人が大きいのは確認できたな。天気旅館から早々に引き上げてきた。今日は文化祭の代わりの休校日だ。なるほど。いや、やっとイベントが終わりましたね。長かったな文化祭。あ、いるじゃん、おばあちゃん。こんなとこで川眺めて何してんだ。受水するんじゃないだろうな、喪服の老婦人。ひょっとして病院で掃除していらした。そうだ、なんかあんまり関わり合いになりたくないけどな。なんで話しかけたんだろう、ミサキね。まあこんなところであなたに会えるなんて。川にいるって言ってたもんな、自分でな。誘ってたもんな。めっちゃいい笑顔するやつして。今日はいい日だわ、よかったらおばあちゃんとお話しない。何話すんだろうな、高校生とおばあちゃんが老婦人と過ごす。まあ嬉しいわ。込みの予感がする。老婦人は穏やかに笑っている。ゴミが、ゴミが気になるな、周りの。そのゴミがあるとこに来なくても。名前を名乗った。大丈夫か、名前名乗って。偽名とかにしといた方がいいんじゃないか。なんか、デスノートに書かれたり、呪いかけられたりしないだろうな。足摺美咲。美咲ちゃんね。怖い怖い。いいお名前ね、ぴったりだわ。私はずっとこの町に住んでいるのだけど、あなたを知らなかった。てか、おばあちゃんの名前は、名は名乗らないのか。失礼なおばあちゃんだな。引っ越してきた。一時的にいるだけ。実際一時的にいるだけなんだっけ。なんかあんま覚えてねえな、その辺。まあ、引っ越してきたのは事実か。最近来たからな。どうなの？都会から来たら不便もあるかもしれないけど、いい町だと思うわよ。うん。みんなそう言うけど。俺はそんな不便してないしな。むしろ楽しみきってる感じがあるし。そう思う。人一倍楽しんでる感じがする。嬉しいわ。なんだか自分が褒められたよね。あら、ごめんなさい。やっと気づいたか。私名乗ってもいなかったわね。いや、これもあんま聞かない方がいい気がするけどな。あんま関わらない方がいいんじゃないか。私は黒田久乃というの。久乃、古風なお名前ですね。黒いからやっぱ黒田なのかな。死神よ。おばあちゃん大丈夫か。ちょっとなんか陽気に当てられて、ずっと長いことこの日の元でなんか川のそばにいたから、なんか頭やられてんじゃないか。死神、どういう意味。大丈夫かこのおばあちゃん。死神って怖いぞ。ごめんなさいね、つまらないこと言ったわ。いや、おばあちゃんが死神よとか言ってきたらな。美咲ちゃんまだこの町に慣れてないかしら。いや、もうだいぶ慣れました。何月に来たんだっけ。もう半年ぐらい経ってるもんな。何か困ることがあったら相談に乗るわよ。相談に乗ってくれる系の人なのか。にしてはなんか出会いが遅かったな。おばあちゃんで悪いけど、なかなか男子高校生でおばあちゃんに、しかも見ず知らずのおばあちゃんに相談しに行くことってなかなかないだろうけどな。自称死神だというが優しそうなおばあさんだ。いや怖えよ、知り合いになってしまった。何が起きるんだこっから。こっからランク10まで何が発生するんだ。どういう会話をするのか全く想像がつかん。死神込みか。
芽生えてしまったな。え、ランク10で死ぬんじゃないの普通のおばあちゃん。孤独死しそうだったおばあちゃんを見とって、あ、見とってくれてありがとうねみたいな心温まるエピソードになるのかな。また会えると嬉しいわ。それじゃあさようなら。気をつけてね。なんか生き霊として見守られそうで怖いわ。久野と別れ家に帰ることにした。ふとした瞬間に今の気をつけてねが聞こえてきそうでやだわ。今日寒いね。いや、もう10月終わりだしな。それでは次のニュースです。うん、環境を考える会代表の香西氏が市内の小学校を訪れ、霧の影響を現地調査しました。あ、ついに来たか。小学生が優秀な小学生と会話するイベント。稲葉市ではここ数年頻繁に濃霧が発生していますが、原因がよく分かっていません。霧の調査にわざわざ来たのか。市内では霧の原因について憶測が飛び交い、体への影響を不安視する声も上がっています。まあ、確かにな。ですが市は霧が人体に害を与えることは考えにくいとしており、まあ、ただの霧っちゃ霧だからな。まあ、ただなんか日が差しにくいって言っても結構晴れてる日多いしな。殺人事件等による住民の不安心理の表れなのではとの見方を示しています。あの霧で殺人事件が起きてるっていうのもあるわけだしな。ないに越したことないよな。これを受け香西氏は事実関係をはっきりさせるため現地の小学校を訪れました。なんで霧の調査に来たのに小学校を訪れてんだこいつは。霧の中でも元気に遊ぶ子供たちに体調や心の不安などについて尋ねたということです。あ、なるほどね。子供たちの体に影響があるかどうかってことか。あ、この人学校に来たよ。やっぱり七子か。調査を終えた香西氏はコメントを発表しています。現代は些細な環境の変化にも目を配り、政治に反映させていかなければならない、うん、今日私はある生徒と話したが、その子は風評に惑わされず自分の言葉で話していた。七子かやっぱり。本来は我々大人こそがそうでなければならない。いい小学生をチョイスしたな香西氏。お目が高い。我々は常に子供たちの未来を管理する必要がある。このゲームに登場する人物の中で一番大人だからな七子が。香西氏はこう述べました。うん、そりゃそうなるわ。集まった保護者たちからは拍手が上がりましたが、一方で選挙に向けた人気取りとの票もあり。何言っても人気取りとか言われるからな。ニュースは続いている。七子大丈夫か。風邪か。温めてやろう。お兄ちゃんが頭痛い。風邪やん。七子の顔が赤い。一緒に寝るか。お兄ちゃんに移せばいい。七子。お、本当に。あ、ひどい熱だ。おでことおでこをごっつんこするやつやろうよ。とにかく休ませなければ。あ、でも七子がテレビに出るとかじゃないのか。七子に薬を飲ませ寝かせた。布団で寝た方がよくない。余計風邪ひかない。ソファーで寝たらね。お兄ちゃん、やっと添い寝する時が来たか。お兄ちゃんが。お兄ちゃん、春になったら帰っちゃうの。俺は一生この家に住むよ七子。帰らねえよ。もうすぐ冬になっちゃうね。住民票移動しよう。こっちに雪が降ったらお兄ちゃんと雪だるま作る。なんか七子が死にそうなんだけど。本当に一緒にお兄ちゃんの雪だるま作れるのか。七子死ぬんじゃないだろうな。いっぱい遊ぶ。やべ、七子のランク10で七子死ぬ説を唱えてたけど、まさかメインシナリオで七子。春までいっぱい遊ぼうね。一生いっぱい遊べるぞ七子。七子は眠ったようだ。後で七子のベッドで寝かせよう。そうか、一応七子の部屋は見せてくれないってことか。ソファーで我慢しろということか。もう七子のベッドで一緒に寝ようぜ。人にうつせば治るって言うじゃん。文化祭も終わったし、これからは本格的にウィンターがやってくるな。七子が心配すぎて体育とかやってる場合じゃねえよ。ジャージの下にカイロを隠している軟弱なやつはいないだろうな。別にいいだろカイロぐらい。風邪ひく方がダメだろ。今日はお前らが元気っこで進展するためのスーパー体作り事業をしようと。いないかすぐ頬杖ついちゃうやつ。筋肉が弱ってる危険信号だぞ。
めっちゃ頬杖つくわ俺。じゃあよく頬杖ついてる花村と友達の足つり花村でいいじゃねえかよ。どこの筋肉が弱ってると頬杖つくと思う？背中かな。首から腕、肩から腕、背中から肩。まあ私猫背でもあるんでね、やっぱ猫背だと体丸まって頬杖ついちゃうから、これ背中背筋がないってね、原因は分かってるんですけど、なかなか鍛えられないという。その通り、姿勢の悪さは背筋の問題であることと。ほらほら寒いからって背を丸めるな、しゃっきり行こうぜ。確かにちょっと今俺も居住まいを正すか。完全に今猫背でやってたからな、頬杖はついてなかったけど。じゃあこれからみんなで先生と秘密特訓だ。まずは全員三角形の円になれ。は？三角形の円って何？謎すぎる。ちょっと答えが見て、三角形の円の答えが見たい。おー来てるね。今次誰が上がるんだっけ。あ、直樹か。あ、しつりさん、今日放課後空いてませんか。いやでも7個かな、心配だからな。一刻も早く、一刻も早く家に帰りたいんだ俺は。すまん直樹。そうですか、じゃあまた。まあちょっと考えとくか。お前ら来るか。ああ来ないか。え、7個の風邪イベント大丈夫なのかな。本当にすぐ帰った方がいいんじゃないのかこれ。悩ましい、不安。そうなん、部活も進めときたいけどな。何してんの。あな、何が、何が、こっちのセリフだよ。え、怖い、何してんの。怖って、あってこと。何よ。岩見先生のラストすごく良かったよ。次回作もって思ったら休筆だってさ。あ、男も終わっちゃったし、岩見先生もしばらく読めないさんに通う楽しみがなくなるな。なるほど、どんどんシリーズが終わってっちゃってるってことか。岩見先生最後の授業絶賛発売中、1500円。岩見先生は最後まで岩虫でしたとか言って、ネタバレか。買うか。もう本とかあんまり読んでないな。え、読んでるか。そんな読む余裕はない。ちょっと何が上がるんだ。あ、会員要素上がるのか、いいじゃん。岩渕先生シリーズがいいのか。よし、どうも、どうも。よし、はい、いいっすよ。あの、一緒に行ってもらいたいところがあるんです。結構誘ってくれない俺を、いろんなところに。ジレースは行ったしな、次どこ行くんだろうな。え、どこだここ。あ、第二死体発見現場、お姉ちゃんが死んでたとこ。ここですよね、姉ちゃん見つかったの。この電柱の上に引っかかってたってことか。いやー、ここずっと通れませんでした。いや、そりゃそうだよな。よく来れたな、今。あ、こんなとこだったっけ？あんま覚えてないな。姉ちゃんのことを思い出すのも、どんな風に連れされてたんだろうとか思うのも怖くて。けど、やっと現実を受け入れられる気がするんです。よく言うじゃないですか、テレビとかドラマとかで。悲しくて何日も泣き続けたとか、思い出が蘇って何も手につかないとか。でも俺はそんなこと全然なかった。いつもと同じでした。だから自分は冷たい人間なんだと思いました。ドラマの主人公みたいに泣けなかったから、姉ちゃんのこと好きじゃなかったんだって思いました。まあ、そんなことはないか。人それぞれだ、不器用だ。まあ、人それぞれかな。でもそんだけ思い悩んでるわけだしな、直樹も。はい、そうですよね。ドラマと違うからって間違ってるわけじゃない。あしつりさんと話しててちょっとずつ分かってきたんです。まあ俺もなんか親しい人が亡くなったってことがあんまりないからな。あまりよく分からんが、俺姉ちゃんのことを考えないようにしてたんですね。姉ちゃんのこと考えて辛くなるぐらいなら、自分が冷たい人間だと思う方が簡単だったんですね。なるほど。そうやって逃げて逃げて逃げて、姉ちゃんのこと全然考えてあげなかった。きっともっと行きたかったですよね。あ、
そんな感極まった感じだったのか直樹、まあ、考えないようにしてたってことか。きっとそうだ。わからない。姉ちゃんの分まで生きろ。ちょっと臭すぎるか。姉ちゃんの分まで生きろは、きっとそうだぐらいにしとくか。姉ちゃんかわいそうです。高校生だからな。しかも別に悪いことしてないのに殺されちゃったわけだしな。直樹はとうとう泣き出した。直樹もちょっとパーティーメンバーに加えて恨みを晴らさせてやりたいぐらいだな。もっと生きててほしかった。生きててほしかったです。直樹は唇を噛みしめている。仕方ない、思いは伝わってる。気の済むまで泣け。あ、何がいいんだろうな。仕方ない、もちょっと冷たすぎるか。気の済むまで泣きにしとくか。あ、寛容さが足りない。まだ菩薩級だから。そっか、直樹を包み込むほどのおかん級の寛容さがまだないのか。思いは伝わってるってどうだろうな。でも死んでるんですよみたいな言われそうだし、仕方ないにしとくか。ひどいっすよ。どうして姉ちゃんが。直樹の拳は震えている。ありがとうございます。うん、俺やっと素直に悲しいって思った。直樹の深い悲しみを解放できたようだ。やばい、こいつカウンセリング能力高いな。美咲3ことぐらいで解放してしまったな、直樹の感情を。次でラストか。これやっぱ重いな。アスデさん帰りましょう。俺家族とちゃんと話しています。姉ちゃんのこととかいろいろ。じゃあまた。直樹込み重すぎんか。ユミちゃん込みもなかなか重いと思ってたけど、最後あんな感じで終わったからなんか最後で台無しになっちまったけど。あ、おかえりお兄ちゃん。ナナコ、もう大丈夫なのか。今日ね買い物行ってきたよ。あ、大丈夫大丈夫らしい。風はいいのか。もうまだ頭痛い。まだお兄ちゃんと今日も寝るか一緒に。お兄ちゃんが体拭いてあげようか。ナナコお風呂に入れないもんな。お兄ちゃん体を拭いてあげよう。ナナコの、あれ、ナナコのところから動けなくなってしまった。ナナコに束縛されてた。どうしよう、弁当を作るか。うん、ナースないんだったら弁当作るか。あ、でもな、ええか、作るか。直樹になんかうまいもん作ってやるか。今日は珍しくカリフォルニアロール。あ、確かに珍しいかもしれん。カリフォルニアロールの作り方、え、普通に巻くだけじゃないの。まず酢飯を作ろう。あ、そういうところからか。米に酢を混ぜ込むときには何が重要だったろうか。冷ましながら混ぜる。冷めないように一気に混ぜる。混ぜた後すぐ冷蔵。え、これ冷ましながらでしょ。よくあの内割れ仰いだりするもんな。これでしょ。いや、ちょっとうまい。お、香りが素晴らしい酢飯ができた。ケラカキカリフォルニアロール弁当。素晴らしい。カリフォルニアロールにケラカイもクソもあるのか。まあ、これなら直樹喜ぶだろう。お、イベントか。あ、珍しいな、ミセチーと朝会うのは。学年違うしな。先週は楽しかったね、文化祭にみんなでお泊まり。そういえばそんなこともありましたね。嬉しかった。私そういう体験もうないだろうって思ってたから。確かにその後、まあ、大学とかでサークル入ったらあるのかな。あ、けど予報見た。週末からまた天気崩れ出すみたい。真夜中テレビ要チェックだ。うん、ちょっと次の真夜中テレビ怖えな。しばらく晴れ続きで見れなかったから意外なものが映ったりするかも。フラグ、またリセチが映るとか。注意しよう。世間は解決ムードだけど真犯人まだ捕まってないんだもんね。そうだな。うん、リセチの歩き方いいな。あれもキャラ付けなんだろうな。あのカバンを後ろ手に持ってついてくる後輩感が溢れてるもんな。だぜ、気高きカリフォルニアロール。まあ、直樹が今上がったばっかりだから、直樹をもう一気にランク10にしてしまうか。で、直樹で、この間なんか
生焼けの焼き魚食わせてなんかすごい品種を買ったからな。これちょっと挽回しておかないといけないな。これは完璧でしょう。しかもカリフォルニアロール好きそうな顔してるし、昨日作った気高きカリフォルニアロール弁当を一緒に食べた。これはいいだろう。もっと高ぶれよ感情。あんま好きじゃねえのか。足出さんそう見えて器用っすね。全然いけるじゃないですか。こないだの焼き魚の時の時はすごい表情してたからな。そろそろもっと仲良くなる気がする。よーし、もう一気に10にしちまおう。おー、なお決まってるやん。レンチャンでいけちゃうじゃん。マックスしちゃうか。どうも。どうも。カリフォルニアロールに釣られてきたな。すいません、はい、今日は行きたいとこないのか。もうなんかさっきのでランク10ぐらいの感じあったけどな。感極まってたし、最後もなんか総決算か。河原直樹に連れられてやってきた。この視点初めてだな。昔ここで姉ちゃんと遊んでて、姉ちゃん身軽で向こう岸まで石をひょいひょいって渡ってっちゃって。あ、石あるな。これひょいひょい渡るの結構すごいな。俺怖くてこっちから見てて、そしたら姉ちゃん手振ってそのまま向こうの林の方へ消えちゃって、俺すっげえ泣いたんすよ。そしたら橋渡って後ろからわって 脅かされて俺ちびって。最近このことばっか思い出すんです。相当ビビったんだろうな、ちびるて。きっと今と同じだから今も不安ってことか。線が引かれたんすよね。いなくなった姉ちゃんと残った自分と。姉ちゃんは向こう岸で俺はこっち。俺がいくら泣いてもちびってももう姉ちゃんは戻ってこない。だからって向こうに行こうとすんなよ直樹。ずっと考えないようにしてたけど、やっと向き合える気がします。うん、足摺さんのおかげです。感謝しろ。なんだこの選択肢、選ぶやついるのか。こうやって連れ出してくれました。俺なんかに話しかけて話聞いてくれて、いや相当明るくなったな直樹。真面目に話し出した。俺なんかに意味がないと思ってた。でも俺のために時間をくれる人がいるってことはすごく嬉しかった。確かにな。だからこんなこともできました。もうなんだ、ジュネスのレシート。ジュネスで人生買い物したという大きな一歩だな。それは俺にとってはただのレシートじゃないです。ただの買い物じゃないです。それを渡したくて。そうか、何買ったんだろうな、気になるな。まあ、酒買ったのかな、酒屋さんだし。直樹は晴れやかに笑っている。直樹との固い絆を感じた。そうか、ジュネスにも行けるようになったか。マックスと、まあ、今のはなんか陽介とも普通に話ができそうな感じだな。陽介ももう下脱してるし、おー成し遂げたな。アティス、そうか、アティス消し。いやー直樹重かったな。かけがえのない絆を手に入れた。生贄の神アティス。俺ね、家手伝おうと思うんです。学校はちゃんと行くんで、放課後と休日だけだけど。うん、まあ学校ちゃんと行くって決めただけよかったな。姉ちゃんが死んだことを俺ら家族全然受け止められてないんです。だからなんていうか絆を深めないとなって、それがまずは俺のできる一歩かな。あすみさん、うちの酒屋遊び来てくださいね。ただ酒屋だからな、あんまり遊びに行く機会もないだろうけどな。ジュネスなんか目じゃないってぐらい繁盛する予定なんで。お、いいじゃないか。直樹はくったくなく笑っている。こんな風に直樹とたくさん語るのももうないのかもしれない。え、なんだよ、語ればいいじゃん。あの、本当にありがとうございました。おお、変わったね、セリフが。しみじみと長い間直樹と過ごした。なんかお別れ感が。直樹今後出てこねえのかな、もう。ただいま、ナナコ。体調はどうだね。ああ、よかった、治ってる。お兄ちゃん、ナナコね、今日ね、しばらくナナコの話に付き合ってた。
よかった。またなんか頭痛いしか言ってくれないのかと思ったけど、大好き言えるやん。直樹もマックスか。おう、困ってることがあるなら遠慮なく言えよ。家族なんだからな。周りの連中がみんな優しくなってしまった。あ、たっぷりのアイスコーヒー飲んでみるか。ちょっと勇気もあげないといけないしな。おい、行くね。でもアイスコーヒーだろ、ただのめんつゆだった。これなんか前も見たぞ。心にダメージを負った。今夜早めに休むことでした。勇気上がんねえのかよ。あー、やっちまった。ハズレ引いちまった。また兵役逃れのやつやん。今日文化の日で学校は休みだ。休みで雨か。何もやることないんだよな、休みで雨だったら。お誘いもなし。まあ結局ここになるわけ、雨の日は。そろそろ勘誘さ、今季来ないね。あ、帰ってきた。ただいま七子。今日はなんかあんのかな。病院行ってみるか。行っとくか。まあ、金にもなるしな。勇気が上がった。まあ、今日は上がんないかな。今日はどうする。一発やっとくか、とりあえず。そろそろもっと仲が深まる気がする。まあ、6500円はでかいしね。お、先輩。うっす。雨結構久々っすね。そうか、昨日も連チャンで降ってるけど。けどこの雨予報じゃ夜通し降るらしいっすよ。ああ、来たか。ついにイベントの予感？見とかねえと真夜中テレビ。今日か。そうだな。真犯人がまだいること、俺らしか知らないわけっすよね。そうだな。考えてみりゃ警察出張ってた頃より気合い入れてかからねえとな。もう警察も動いてないんだな。まあ、そりゃそうか。三尾にかかりっきりか。おお、久々、遅い。急に寒くなってきたよな。この前風邪ひいてもうたわ。うちの七子も風邪ひいちゃってましたからね。季節の変わり目はみんな気をつけるだす。今年は霧のせいか寒さも急やったからね。なるほどな。ほんまな、風邪は何時するって、くしゃみするともうな、ひげがな、ひげ生えてんのか。汚い話で悪いけど、ほんますごいことなったよ。なんで、剃ればいいのに。それは短絡すぎるって。ヒゲにもヒゲの役割があるんよな、花村っち。え、何ヒゲ。学校の先生でヒゲ伸ばしてる人とかそんないなかったけどな。悪いや、失礼、何も聞いてなかった。ただのクソ雑談だったからな。聞いてなくていいと思うけど。体内の毒素を排出する、凍傷を防ぐ、役割はない。ヒゲの役割、まあ役割はあるってことだろうな。凍傷を防ぐってどういうこと。体内の毒素を排出する、どういうこと。どっちかだろうけど、凍傷はないんじゃない。ヒゲからなんか毒素出てんのか。こっから汗が出るとかそういうことかな。正しいと思われる答えを教えてあげた。もうその通りや、花村っちなら分かってくれると思ってたんで。ヒゲは体内に蓄積した毒物を体外に排出するんさ。髪の毛も一緒だってな。へえ、そうなんだ。みんなもヒゲについてもっと優しく深く考えてあげてほしいです。出すってかな、テスト。現代文の問題出してくれ、ちゃんと。ああ、のんきだよな、ポスイッチは。バリ3キロ。ヒゲ、まあ、髪の毛と同じ。髪の毛もそうか、毒素が外に出てるのか。今日もスペシャル肉丼ですね。来るか。来ねえな。寛容さ、今季来ねえな。あ、イベントか。お父さん遅いな。またお父さん遅い。最近やる気出してるかもしれない。お父さん、鍵忘れちゃったのかな。いや、怪しいね。七子が行くんじゃない、俺が行くぞ。いや、これは怪しいよ。おい、美咲、大丈夫かこれ。配達の人だった。高橋さん家どこですかって。そんな間違いする。めっちゃ7個働かせるやん、美咲。
しもし、伊藤島です。あ、お父さん。あー、龍太郎か、よかった。うん、わかった。いいよ、お仕事でしょ。まだ忙しいんだな、龍太郎。うん、うん、お兄ちゃんいるし。お兄ちゃんいるし、うん、バイバイ。かわいい。お兄ちゃんいるからな、ななこ。お父さん、明日帰ってくるって。ああ、今日帰ってこれねえのか、大変やな。でも、ななこ寂しくないよ、お兄ちゃんいるから。お兄ちゃんいるからな、ななこ。ななこは明るく笑っている。今日も寒いね。あっため合うか、ななこ。こたつ出そっか。お、いいじゃん。寒かったら出しなさいってお父さん言ってた。出そうぜ。あったかいよ、ななこ。俺もななことこたつに入りてえな。押し入れからこたつを出した。スイッチ入れるよ。みかんはみかん、ななこ。つかない、壊れてるね。マジか。ななこはがっかりしている。安いのを買おう、最新型を買おう。どうしよう、どっちがいいのこれ。最新型買ってあげたいもんな、ななこだって風邪ひいちゃうから。最新型買うだろう。俺が金は出す、17万あるから。え、買うの。ジュネス、ジュネス、ジュネス行きたいだけやん、ななこ。やったー、今度のお休みの日ジュネス行こう。しょうがない、ジュネスに金落としてやるか。ななこと買い物の約束をした。こたつ買いに行くって。高校生で車ないのにこたつ買いに行くって。届けてもらえるかな、宅配で。いや、さっきのピンポンは気になるぞ。今日は雨だ、テレビ何か映るかもしれない。しゃ、なんだろうな。あ、映るね、誰かいるやん。え、映った、人影が映っている。だがいつにも増して不鮮明だ、性別の見分けすらつかない。全くわからんな。お、陽介か。おい、見たか。映っちゃったね。なんかえらいぼんやりしてたけど、今確かに人映ったよな。くっそ、また事件起きちまうのか。起きるだろうな。とにかく明日すぐ集まろうぜ。今日のはいくらなんでもぼんやりすぎて、見た目からじゃ推理もなんもない。最近テレビで話題に上がった人だもんね。心当たりとか情報交換しないと。でも別に全部のね、テレビチェックできてるわけじゃないしな。じゃあ明日開けとけよ。推理の仕様はないよな、全く。電話は切れた。誰だろうね。今日はもう休むことにした。でもなんか小学生が映るのかと思わせていて、割となんか結構大人っぽかったよな。影はでかかったような気がするけど。集まってるね。真夜中テレビ、皆さんに言われて僕も見てみました。探偵業の僕がまさかこんな迷信に目を凝らす日が来るとは驚きです。でもお前もあれに映ってからテレビに投げ込まれてたわけだからな、直人。人影確かに映りましたね。あれ、誰だか分かったって人いる？いや、あれじゃ分からんだろう。髪型はなんか、さすがに無理っしょ、画面あんなザラザラじゃ。女っぽい感じがしたけどな。ちえちゃんの足の角度いいな。誰か最近テレビに出て地元で有名になった人は？それな、小学生なんだよな。すぐには思い当たりませんね。直近では政治家が一人、霧から来る風雪を鎮めるために町へ来たと報じられましたが。それだろ。可能性は低いでしょう。第一、すぐに中央へ帰りましたし。でもなんかテレビに映ってなかったもんな、小学生もな。政治家が代わりに話してただけだしな。テレビに映ってないから影が薄かったのかな、真夜中テレビの。ん？どうした？決まってんのか。そういや、お前昨日は売り場のベッドで爆睡した罪で深夜棚卸しの刑だったっけか。テレビ売り場のでいいからチェックしろって言ったけど、ちゃんと見たか？失礼、クマね。クマ、ナナちゃんと約束もしたし、生きることに真剣よ。一応ちゃんと真面目にジュネスで働いてんだな、店員として。クマが見るに映った人体格細くなかった？
そんな気がする。いやあんだけぼんやりで体格も何もないっしょ。うん、そう言われるとそうですね。気のせいだって、もしくは寝落ちか。それよりあっちに人は？うん、それはなし。まだ誰も来てないよ。本当か？当てにならんぞ。もう一晩様子見るしかないかも。もう一晩見たら多分決定的に映っちゃうだろうしな。みたいだな。まあどうしようもないか。幸いこの雨、今日も夜まで降り続くみたいだ。今夜も忘れずにチェックな。うん、じらすね。今までは割と影の一日で割と分かってたんだけどな。今回分かんなかったな本当に。おおい、帰ったぞ。遅かったな。お帰りなさい。ねえお父さん、こたつ壊れててお兄ちゃんと買いに行っていい？もう約束したからな、七子、ジュネスに買いに行くって。こたつ？ああ、もうそんな季節か。ここのとこ気候も変だしな。まあ11月だったら普通にこたつ出すよね。じゃあ頼む、どんなんでもいいから。しかし車なしで買いに行くっつうのも大変だろうけどな。手紙？またか。お前宛てなんだが。あ、見てないだろうな、レオ太郎。宛名には足摺岬様とある。差出人の名前や住所はない。切手や消し印もない。直接入れに来たのか。あ、ここで開いちゃう？見られちゃうじゃん、リョウ太郎に。たった一文が印刷されてる。印刷だったんだ。今度こそやめないと。大事な人が入れられて殺される。入れられて殺される？エロい。まさか前中テレビに人影を映ったせいで再び警告してきたのだろうか。あ、おい、これは何だ？見られちまった。完全脅迫文だもんな。差出人のまるっきりない手紙なんてそう届くもんじゃないんだ。あ、ちょっとやっぱ怪しんでたのか、リョウ太郎も。お前やっぱり。やっぱり答えろ。お前この事件に関わってるな。おい、家庭内取り調べ禁止って約束しただろう、リョウ太郎。お前一体何をしている？外で話そう、リョウ太郎。正直話す。適当にはぐらかす。黙っている。正直話したいけどな。はぐらかしても多分信用しないだろう、リョウ太郎は。まあ黙ってるしかないのか、そうなると。一回正直に話してみよう、どうなるか。信じてくれるかな、リョウ太郎。家族だもんな、もう。真面目に答える気はない。信じろよ、リョウ太郎。家族やぞ。俺はお前を家族だと思うからあえて問い詰めないできた。うん、けど間違いだったな。家族だからこそもっと早くに言うべきだった。まあ確かにな。今日こそ本当のことを話してもらおう。おい、カツ丼とか出してくんじゃねえだろうな、リョウ太郎。お父さん。七子は怖がってるやん。やめてあげてよ。別の場所で続きだ。俺が納得できるまでは返さない。刑事の悪いとこ出てるよ。お前のためでもある。真面目に話したのにな。大丈夫だ、喧嘩してるわけじゃない。すぐ帰るから先に寝てるんだ。あ、でもこれ七子を一人にするって危ないんじゃない？これ七子は怯えている。七子一人にしとくの危なくないですか？すぐ帰るから。そして声はかけてあげたいな。うん、待ってる。絶対寂しいやん、七子。これどこに行くんだろうな。その後警察、あ、警察署内。完全取り調べじゃねえかよ。お父さん、お父さん怖いよ、この環境は。缶詰で取り調べやん。これは預かっておく。携帯を取り上げられてしまった。マジか、良太郎。さあ話してもらおうか。お前何に首を突っ込んでる？今の電話は割と大事な電話なんじゃないのか。あの警告状は何だ？なぜあんなものが届いた？めっちゃ普通に取り調べしてくる。正直に全てを話す。さっきも話したからな。うん、もう一回話すか。話すことにした。納得しないだろうしね、リョウ太郎は。ペルソナ？ペルソナ？あ、そういうとこも話しちゃう。
単語は別にいいんじゃないかな。人がテレビの中に入る。うん、あ、この辺さっきは話してなかったのか。しっかり足立も聞いてるし、今日こそは本当のことを話してもらえると思ったんだが。実演しようぜ、俺がテレビに手突っ込んでよ。後ろにテレビあるじゃん。もういい、もういい。それ涼太郎としては怒るだろうな。まあ半年そこらで親父面なんて無理があったかもな。いや、俺は涼太郎をお父さんだと思って真剣に話をしてるのに。少しはお前に信じてもらえてると思ってたんだがな。俺はジレンマやな、これ。残念だ。涼太郎マックスなったらいいな。コミュ、一晩ここにいろ。嘘やん、家には帰してよ涼太郎。あっとっとっと、ごめんなさい。家にも帰っちゃダメなのか。交流やん完全に。ああ、テレビの中にペルソナか。ま、そうだよな。お前早く出てってくれないか。ああ、いや、あのね、僕は君たちを信じたいんだよね。うん、きっと堂島さんも信じたいからここに連れてきて話を聞いてるんだよ。いや、そうか。それとほら、ここなら安全だし。まあそうだな、ここなら安全っていうのはあるかもしれんな。完全に脅迫されてたわけだしな。あんな手紙見たら心配で保護したかったんだよ。うん、愛情の裏返し、いや、愛情そのものだと思うよ。うん、足立にしてはなんか割と的確ないいこと言ってるじゃないかよ。珍しいな。本当、悲しまないでいいから。いや、俺は七子が心配なんだよ足立。そうだ、堂島さんね、今になって最初の事件の関係者を調べ直してるんだ。お、やっと動いたか。この事件結局堂島さんも納得いってないみたいでさ。うん、そりゃそうだろう。だからいろんなことに余計敏感に。あんまり喋るとまたどやされちゃうね。いや、涼太郎が壁ドンしたのか。じゃあ僕部屋の外にいるから、何かあれば声かけてね。おい、カツ丼持ってきてくれ足立。マジか、これどうなんだろうな。まさか本当に涼太郎に捕まるとはな。一方その頃ジュネスの食品売り場。なんで俺まで棚卸ししてんだよ。真面目に働いてるじゃないか。クマも。クマがあんま稼がないからしょうがないでしょ。熟年夫婦みたいな会話してんなこいつら。なんで偉そうなんだよ。もうなんで俺がお前養ってんだよ。こんなん買ってやんなきゃよかったぜ。買ってやった、何か買ってやったのか。ほらこれ持っとけ、お前用の携帯。ヨウスケ、こいつすげえな。携帯まで買ってあげちゃう。おお、ハイテー時代。ないとこっちが心配だしな。ヨウスケ、優しすぎるだろう。でも子供用の安っちいやつだけど。ああ、ちっちゃいやつな。あ、ありがとうヨウスケ。使い方は。このマークのを押して、うん、ま、俺のお手本見てろ。うん、それ携帯も見たことないのか。これはさっきかかってきた電話かな。出ないな。うん、今夜も雨だしテレビのチェック忘れないようにって思ったんだけど。今大変なことになってるから。外は歩いてて気づいてないとか。ななちゃんとか遊びに行く、遊ぶ約束たくさんしたからね。今から行かねえよ。てかお菓子戻せ、もう晩飯時回ってるだろ。今度にしろ。こいつら偉いな、ちゃんと閉店まで働いてんだな。ああそっか、あいつ出かけてるならななこちゃん家で一人で留守番か。お、ちょっと陽介守りに行ってやってくれ。留守番かわいそう、クマよ。うん、晩ご飯差し入れに行ってみるとか。ねえ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 、決め。ああもう分かったよ、しょうがねえな。お、行ってくれるのか。オッケークマ、イエス、ヨウスケ夫な。クマその心遣いにキュンってした。
もう夫婦だな。じゃあちょっと待ってろ、もう一度電話してみるから。直接家に電話したらいいのにね。やっぱ出ないか。うん、でもこの時間に七子一人置いて外出るとかおかしいもんな。え、もしかして家出なら出るとかってオチか。そうそうそう、家にかけなさい家に。もしもし。あー、もう寂しがってるやん。あ、七子ちゃん全面に寂しさを押し出してるやん。お兄ちゃんは？お兄ちゃんはいない。あ、今すぐ駆けつけてやりて、七子のところに。変な手紙が来て、それを見たらお父さん怒って。そう、今連行されてるから。警察にお兄ちゃん連れてった。ちょっと警察に連れてった。そういう言い方するとすごい逮捕されました感がすごいけど。いい加減クマに変わりんしゃい。器用だな。こんばんは、あなたのクマクマ。ふざけてる場合かお前。また一緒にジュース飲んだりお菓子食べるクマよ。節操ねえなこいつ。変な手紙。お兄ちゃんたちの様子はクマたちが見てくるクマ。あ、でも七子の方に、家の方に行ってくれた方がいいんじゃないのか。だから心配しなくていいクマよ。警察も入れないだろうし、どうせ。まさかまたあの警告状、2つ目が来たってことか。察しがいいな陽介。それを堂島さんが見て警察に。クマ、一旦電話切れ、みんなに連絡する。陽介の行動力よ。一方警察署内にある一室。嘘、そんなに。なんか娯楽を提供してくれよ俺に。0時だ、もう寝ろってことか。あ、テレビはあるんだな。来た時外は雨だった。もしかして何か映るかもしれない。テレビは許してくれるのか。あ、映ってるやん。映った。ぼんやりとはしているが小さな人影が見える。女の子だ、おそらくは小学生くらい。これは七子だ、七子。はっきりとは見えないが、毎日見ている七子。毎日見ている七子を見間違えるはずがない。そうだな、この俺が七子を見間違えるはずないもんな。七子が真夜中テレビに映っている。携帯は叔父の堂島に取り上げられてしまっている。今は仲間と連絡が取れない。もう陽介信じるしかねえよ。一方とある場所。いや、なんか嫌な予感はしてたけど、やっぱ七子なのか。かわいそうに、すぐ楽にしてあげる。気持ち悪い。え、七子に触ってんのかこいつ。許せん。一方その頃同時脇に至る道中、みんなで駆けつけてんのか。おっ、さっき真夜中テレビに映ってたの七子ちゃんじゃない。お、ちゃんとみんな見てるじゃん。どうして七子ちゃんがテレビに出たりしてないのに。もうちょろっと、もう言葉だけでも出てたらいいのか。範囲広がったな。いいえ、出てたんですよ七子ちゃんも。話題になればそれでいいのか。視覚的にじゃなく言葉の中に。ああ、広がったな範囲。政治家が学校訪問に来たこと何度かニュースで流れましたよね。名前すら出てなかったけどね。そこで彼は自分と話した一人の生徒について毎度特別にコメントを出して称えたんです。毎度か、結構じゃあ宣伝してたんだな七子のこと。その子は匿名のまま知名度だけ上がっていった。それが七子ちゃんだったんです。まあ町の噂にもなってたぐらいだしな。興味に反応した新聞が今日の夕刊に写真と実名インタビューを大きく出してます。写真出してんのか。それに狭い田舎町だ。もっと前から風の噂に知っていた人も多いでしょ。直人めちゃくちゃ走るな。そんな、もっと早く気づけばよかった。すげえな、呼吸が乱れずにずっと走ってる。絵で出ていないものはテレビに出ていないとすっかり思い込んでいました。うん、確かに。どうしよう奈々子ちゃん、今家に一人なんでしょ。僕がこれから行って
七子ちゃんの無事を確かめます。警察にも花村先輩たちが今向かってるところです。もう捕まってる場合じゃねえからな。事情を伝えてくれるでしょう。わかった、私もすぐ行く。ユキコとリセちゃんにも連絡しとくから。ここで良太郎がパーティーに加わるみたいな熱い展開はないのか。はい、お願いします。七子がさらわれたってなったら一緒についてくるだろう、良太郎も。その後しばらくして警察署内にある一室。余裕で脱獄できるぞ。うん、お前たちなんでここに。もうやっと着いたか。おい待て、なんだ勝手に開けるな。すげえな、よくわかったな。おお、七子ちゃんがいなくなった。どういうことだ。白金からです。七子ちゃん家の手が堂島さん家の前にいます。そっか、鍵は開けらんないもんな。白金、おい、どういうことだ。こういう時に直人役に立つな。一応警察関係者ではあるのか。今堂島さんの家にいます。扉が開いていて中は誰もいません。ああ。おそらく七子ちゃんは例の連続殺人犯に誘拐されています。もう知らない人が来たら来ちゃダメだって。堂島さんだって気づいてたでしょ。事件はまだ続いているんです。陽太郎。こちらは KJ お客様サービスセンターです。おかけになった電話番号は電波の届かないところにあるか電源が入っていないためかかりません。七子も携帯持ってんのかな。七子、堂島さん。うん、本当なのか。本当に七子は実際にいないんだから、それはそうだろう、亮太郎。今は急がないと。こんなことしてる場合かよ、亮太郎。早くテレビ入るぞ、一緒に。何なんだ、どうして、どうして七子なんだ。たぶんメディアに取り上げ。そういうなんでじゃないよな。どうするんですか。うん、捜査しまくる、捜索しまくるしかないよな。はい、交通課太田。誘拐事件だ、至急手配頼む。国道沿いに検問張れ。いやテレビの中だって。まず状況。テレビに検問張らなきゃ、亮太郎。ごちゃごちゃ言ってないでやれ。被害者は7歳女の子、俺の娘だ。娘さん。現場はどうして誘拐と。それそうなるよな。それは何も情報ないもんな。とにかくこいつは例の連続殺人にもつながってるかもしれないんだ。かもしれないって、事件の犯人上がったじゃないですか。いつからですか、いなくなったの。誘拐の予告や犯行声明は。 いや、とにかく今は説明してる暇はない。うん、警察しても動けねえよな。はい、一応関係各所に連絡はしておきますが。誘拐っていうよりは殺人との関係って言っても証明できないし。そうだな、単純に捜索届けみたいな感じになっちゃうよな。署内すっかり解決ムードですから。扱えねえな、警察は。どこ行くんですか。探しに行くに決まってんだろう、うん、例の殺人とつながりゃ警察は事実誤認で泥をかぶることになる。上はギリまで事件とは認めない。もう自分で動くしかねえよな、亮太郎が。待ってられるか。そんな当てとかあるんですか。車でも使われてたらとてもじゃないけど。うるせえ、だから急いでんだろうが。一緒に行ってやれよ、足立も。一人で出て行ってしまった。どうすんだ。お前も、俺もなんかせえや、足立。ああ、もう一体どうすりゃいいんだ。堂島さん、闇雲に行っちゃうし。確かに闇雲ではあるな。足立さん、俺らも行きます。だからこいつ解放してやってください。いや、もう今ならいつでも出れちゃうだろう、足立とか蹴散らして。え、そう言われても。大勢来た。どうだった。ああ、ちょっとこれ以上勝手に来たらまずいって。人多いな。大体
ごちゃごちゃうるせえな。今それどこじゃねえだろ。幹事の私服かっけえ。身内が危ねってのに何の義理でボサッとしてろっつんだよ。そうだよ。てめえ責任取れんのかよ。ああ。頼りになるな幹事。辰巳君、気持ちはわかるけど何が起きてるのか説明してくれないとやっぱり出すわけには。まあ張り倒していこうぜ、蹴散らして。説明すれば解放してくれるんですね。わかりました。うん、さっき説明はしてたけどな。いや、約束したわけじゃ。どの道僕らもただ出て行ったって当てがない。一旦全員で状況を整理しましょう。足立さんへの説明にもなるはずです。なるほどね。今回の失踪はこれまでと同じ犯人による誘拐と見て間違いないでしょう。ちょっと一回録画切るか。よし。奈々子ちゃんの家は玄関の鍵が開いていました。まあ、直人が連れ去られた時と同じような感じってことか。しかも鍵にはこじ開けられた痕跡がなかった。また配達の人みたいな感じで来たんだろうな。奈々子ちゃんが自分で開けたってこと？うん。僕らの時と同じだ。もう絶対人の時で開けちゃダメだよな。しかも夜に。犯人は忍び込んだんじゃなく堂々と玄関から現れたんです。呼び鈴を押して。うん、私たちの時と同じ。なんかテレビモニター本じゃないのかな。あれにしようぜ、ちゃんと姿が見えるように。イルス使おうぜ。私たちの時。そっか、こいつら全員被害者だからな。でもお二人の時とは事情が違う。温泉に入った時奈々子ちゃん言ってました。お、一人の時は知らない人が来ても玄関は開けない。ああ、言ってたかも。そうだそうだ、開けるわけねえじゃん奈々子が。じゃあ犯人は奈々ちゃんが知ってる人。そうだな。先輩、誰か思い当たりませんか。お前ら、お前らの中の誰かじゃねえだろうな。奈々子の学校関係者、堂島の知り合い。堂島の知り合いで奈々子と面識あるのなんて足立ぐらいだもんな。足立もずっとここにいたし。学校関係者ぐらいだな。俺らが知らない人で奈々子の顔見知りって言ったら、奈々子の学校関係者とか。ぶっちゃけわからんな。一応これにしてみようかな。なんかきっかけになるかもしれん。いや、玄関先に現れた日頃来ない大人にすんなり気を許したとは考えにくい。学校の先生とかじゃないの。奈々子ちゃんプリント持ってきたわよみたいな。もちろん児童の線もなしです。小学生にできる犯行じゃない。わからんな。じゃあ、奈々子ちゃんの知り合いってだけじゃ絞れないような。そうですね。なら切り口を変えてみましょう。なんかそういう声真似したとかね。奈々子の知り合いの声真似をするやつとか。確かな事実として犯人はかなり大型のテレビを使用しているはずです。そっか、人が一人入れるぐらいの。でも奈々子だったら。テレビ、なんで。ちょっと黙っててくれないか。私奈々子だったら小さいテレビも入りそうだけどね。誘拐の現場はバラバラなのにテレビが使われるのはいずれも誘拐の直後。多分堂島家のテレビでも入りそうだけどな。玄関先でと言ってもいいでしょう。うん、おそらく犯人はテレビを携えて移動しているんです。そうか。まあでも今までの犯行を考えたらそういうことになるのか。即座に投げ込んでるわけだからな。じゃあ車が犯行現場ってことか。こうなんか車に連れ込んでその中に積んであるテレビに無理やり入れるみたいなこと。犯行のスムーズさから見ておそらくセダンではないある程度大きな車でしょう。うん、ところが不審者の目撃情報が全くないんです。多くが白昼堂々の犯行なのにこれはおかしい。そうだな。顔見知りで車で移動でも見えない車。割と普通にこんな感じで拉致られて北に連れて行かれてるみたいなこともあるみたいだからな。普通に怖いよな。偶然誰も見なかっただけはさすがにありえないよね。いや、ありえるんじゃないの、田舎だしな。
これだけ繰り返してるわけだし、うん、見えない車ってそんなのある？一体何？なんか迷走してきたな、推理が。パトカー、タクシー、宅配便、真っ黒の小型車。宅配便ありそうだね。パトカーは目立つし、タクシーは小さいだろうし、宅配便か。そうか、思い出した。お、お前は配達が来て開けちゃったってことか。来たっすよ、宅配。宅配のトラック。昨日奈々子は宅配配達の人だったら自分で開けに行ってたもんな。あの時俺がいたからか。漢字も宅配のトラックにやられたか。宅配のトラックならどこの家の前に止まってたって不審じゃない。うん、なるほどね。そうか、ローカルな業者なら配達員が毎度同じで顔見知り。ああ、あるある。しかも奈々子ちゃんが留守番してる時にだけ会ってたから僕らは知らない。うん、足立さん、心当たりありませんか？足立じゃ無理だ。亮太郎に相談しなきゃ。そんな、子供のおしゃべりから出た推理を急に言われても。おい、名探偵やぞ。宅配便だっけ。いやでも足立を刑事としての僕の見解はだね、なかなかこれは難しい事件で。具体性のある話をしてくれ、足立。おい、これって、ん？君らの推理当たってるかも。ほう。堂島さんが一から洗い直すって集めてた最初の山の穴殺しの資料なんだけど、参考人の一人が運送業って。もうそいつやん、犯人。堂島さんに伝えないと。前職解雇の後家業を継ぎ運送業。前職議員秘書なばためやん。あ、家業やってるっつってたな。なんかたまになんかフラッと街中に現れてたけど、運送業やってたのか。なばため太郎。あ、なばため。あ、すまん、今までずっとなばためって呼んでて。うるせえ感じ。演歌歌手の旦那か。そうだそうだ、なばため。今は職業が一致しただけですが、行く当てを絞るだけなら十分だ。あいつフラフラ街うろついてたぞ。住所はここからすぐです。家にはいないんじゃないか、さすがに。ああ、せっかく手がかり伝えたのに流れで怒鳴られちゃったよ。今ピリついてるだろうしな。大丈夫かな、犯人普通の相手じゃないわけだし。あいつなんかたまに河原でなんか川を見つめたり街中で雨に打たれてたりしたからちょっと心配してやってたのに。あいつ犯人か。ナナちゃん、足立さん。動機がよく分からんけどな。まあ1件目の殺人はちょっと分かりそうだ。捜査に進展があった以上僕はすぐ現場へ行かないと。お、不在の間にあったことは僕は知らない、何も見なかったってことで。でも責任は取れよ、お前が。そうだとしても責任は取れよ。足立さん。足立、行こう、生ための家。堂島さんもそこへ向かってる。堂島も亮太郎も行ってるんだ。もうリアル回転。おー、フーピーが稲葉急に。あ、生ためやん。奈々子乗ってんのかこれ。いや、もうテレビに放り込んだ後だよな。待って、奈々子、今助けてやるからな。はいはい、追跡してる。このテレビに放り込んだ奈々子が。アクションシーン入れるやん。亮太郎優秀だな、すぐ突き止めたやん。はい、行っちゃってる目が。すごっ。あ、死んだわ。二人とも死んだやん。おお、大炎上してるぞ。おい、なんだあれ、煙出てんぞ。事故？あれは。いや、間違いなく危ないねこれは。あ、二手に分かれてんのか。
陽太郎、道島さん、大丈夫ですか。立ち早いな、お前も。な、七子はよく生きてたな、お前。すごい状況だぞ。もしもし、救急車の手配願います。交通事故です。負傷者、男性1名。結構いい車乗ってたんだな、陽太郎な。そうだ、こっちも生ため探しの応援呼ばないと。早く追っかけろよ、お前は。七子、七子は。どっちしろもうテレビの中だから、テレビの中行かないとな。あ、来た来た。嘘、何これ。凄まじいアクションだったぞ、亮太郎。生ための家へ向かって、途中で奴の車と追ってて、くそ。亮太郎優秀やぞ。七子はどこだ。生ためは。あいつもテレビに逃げ込んだのかな、生ためも。探してくれ。探すったって。そうだ、トラックに手がかりあるかも。そうだな、完全に横転してたはずのトラックが普通に横にあるな。あー、ダメだって、現場は保存しないと。言うてる場合かね、足立。なら僕がやりましょう。待っていてまた振り出したら、それこそ保存になりません。プロやん。見て、本当にテレビある。渡ってたんだな、すげえな。ええ、このサイズなら十分人間を通せます。それと運転席に日記帳が、多分生ためが書いたものでしょう。あの、こないだのなんか、あの新聞紙のムービーみたいなやつ、あれ生ためか。なんか書き込んでたな、日記帳にな。僕は新世界の存在を知った。なら僕は人を救わなければならない。救おうとしてたのか、あれ。救うだ？だそりゃ。言っちゃってるな。これは被害者たちの現住所。もうがっつり証拠やん、それ。山野真由美、小西咲。あ、天城由紀子、辰巳寛治、久慈川理世。未遂で助かって世に出なかった3件目以降の被害者もちゃんと書かれてる。ただやっぱテレビに放り込んだのか、生ためが。そして諸岡先生の住所は書いてない。ズバリやん。すごい、そりゃ決まりだよ。最後の日付は今日だ。こんな小さな子が映ってしまうなんて、この子だけは絶対に救ってあげなくては。映った人をテレビに放り込んでたのか。いや、なんか自分の意思を持ってなんか殺そうとしてたって感じじゃないのかな。それ、七子ちゃん、まあ、殺して救われるみたいな、そういうサイコパスだったら本当に殺してるんだろうけど。なんとか入れてあげることができた。おお、入れちゃってるよ。最近警察が騒がしい。この日記もおそらくこれが最後になるだろう。やれるだけのことはやった。最後か。間違いない。今までも全部同じ手口でやったんだ。宅配のふりして堂々と玄関から来て、すぐ荷台のテレビに放り込んで、犯人は生ためだ。そうやな。七子ちゃん追っかけないと。ここにテレビあるんだし。待って待って、変なとこに繋がってたら危険かもよ。明日は霧じゃないみたいだし、いつものやり方で明日から行った方がいいクマ。いや、今から行くだろう。今からジュネスのテレビ行けばいいやん。けどよ、私たちが失敗したら誰がナナコちゃん助けるの。そうだよ、ナナコちゃんの救出は明日以降最優先で。何言ってんの。生ための行方は警察に任せましょう。今すぐ行くだろう。道島さん、亮太郎。まあでも生きてたしな。その後病院内の医室。いや、亮太郎、道島が目を開いた。なんとか意識はあるようだ。重体だな、お前たち。服変わるだけでだいぶ。
情けない格好見せちまってるな。服がなんかスーツじゃないだけですごい情けない感じに見えるな。普通のおじさんみたいになっちゃってるじゃん。ナナコ、ナナコは俺の生きがいだ。俺の生きがいでもある。あいつをなくしちまったら生きてる意味なんかない。うん、わかる。あの子は今この瞬間も怖い思いして助けを待ってる。なのに俺はあ、どうしようもねえからな。一番偉そうに父親面して娘一人守ってやれない。堂島さん、もし七子に何かあったら俺はやつを生ためを絶対に許さない。そうだな。お前にならできるんだろう。頼む七子を救ってくれ。やっと分かってくれたかりょうだろう。今頼れるのはお前たちしかいない。まあ、りょうたろうもテレビの中連れてってやりたかったけどな。こうなっちゃしょうがないよな。頼む、必ず助けるだろう。優しい。ナナコちゃんは僕らが必ず助け出します。少し日数がかかるかもしれませんが、信じて待っていてください。まあ一日で行くけどな。いやー、あ、でも七子が囚われてるってことはシャドウ七子が見れるのか。どんなシャドウになるんだろうな。フードコート、もう今すぐ行くよな。みんなの表情からいつも以上の気迫を感じる。あ、七子ちゃん向こうにいるんだよな。今回誰使おうかな。それは間違いないクマ。うん、生タメは警察が追っているはずですから、僕たちはナナコちゃん救出だけを考えましょう。そうやな。あたしらにしかできないもんね。っていうか私たちがやらなきゃ。やる気やん。途中で何度も無理かもって思ったけど、とうとう犯人までたどり着けた。ここまで来てナナコちゃんを犠牲になんて絶対させない。うん、ああ、いよいよ締めだ。やってやろうぜ、俺らの力だよ。え、てかこれもうラスト、ラスダン。すげえ終わりっぽい雰囲気が。クマ、ナナちゃんと約束したクマよ、また遊ぼうって、大丈夫だからって。クマ、約束したクマよ。うん、とにかく今やれることをやるだけです。そしてこれは僕らにしかできない。大丈夫、こんだけ気合入ってんだから結果はついてくるって。まあそうだな。やり方は今まで通りだ、何も変わらない。次の霧の日までにナナコちゃんを見つけて取り戻す。うん、そんだけだ。焦らず慎重に行こうぜ。みんなの気持ちが一つになっている。あ、上がるか。これ9だっけ。あ、もうこれでも7個救い出したら10で終わりやん。やっぱもうすぐ終わりなのか。マジでラスダンかもな。霧の日までに必ず7個を救い出そう。え、でまだいろいろクエストとか残ってんのにな。終わらしちまっていいのかこれ。ああ、ここまでセッティングしてくれるのか。まあ、一応状況確認聞いといてやるか。犯人は元議員秘書の生為太郎。最初に殺された山野アナの不倫相手だった男。クソ、奈々子ちゃんをさらった上に堂島さんまで。でもさすがに堂島さんです。このタイミングで最初の事件の洗い直しとは。優秀だったな、陽太郎な。堂島さんが資料を残してなかったら犯人の目星もつかずに同じ状況だったかもしれない。っていうかよく美咲を交流してた部屋にあの事件のデータ置いてってたよな。ちょっと変だけど。けど事件がまだ不倫絡みって思われてた時、生ためたち関係者って全員一度疑われたよね。で、一応関係者で運送業って残ってたんだよな、名前が。
なんでその時はアリバイ固いなんてことになったわけ？実は資料によれば、生ためらのアリバイは遺体が出現した夜に対してのものなんです。本来死因不明なら手口も不明のはずで、犯行時刻が定まらないため鉄板のアリバイなど取れません。まあ、証拠不足ってこと？まあ、電線の上に引っかかって死んでたわけだからどうしようもねえもんな。確実に取れるとすれば、殺し自体ではなく遺体が現場に置かれた日時のアリバイです。なるほど、まあ、その時には終わってるわけだしな。死亡推定時刻がほぼ同じ時間帯なので、殺人に対しても無実の証が立つと判断されたんでしょう。確かにあの晩についてなら生ためには完全なアリバイがあります。でも今の僕らは真の手口を知っている。手を下したのはあの晩じゃない。テレビに入れた時こそが犯行時刻。そこに証明がないなら生ためのアリバイは不成立です。まあ実際あるもんな。次の霧のタイミングで夜に急にアンテナとかの上に出てきちゃうってわけだもんな、死体が。山野さんが死んだところへ自分までクビにされて、最初は一番の被害者かもって思ってたのに。そうだよ、俺もちょっとかわいそうなやつだなって思ってたよ。街の中をふらついてる生ためを見て。生ためは山野アナの死後、仕事を解雇されて街へ戻ってきていました。今思えば時折街で見かけることもありましたが、あまり働いている様子はなかった。そうだな、なんか黄昏れてたもんな、街中でな。おそらく配達業務は本当に手伝い程度だったんでしょう。だから誰も知らなかった。でもその生ためって人、他の被害者とは全然関わりないし、動機も謎だし。そうだな、一件目はまだわかるけどな、二件目までわかるか。目撃された可能性があるっていうので。それにあの日記に書いてあった救うって言って、どうだろうと誘拐してテレビに入れやがったのはそいつに違えねえんだろう。なら踏んじばるしかねえ。てかその生ためってやつどこに逃げたんだろう。それに奈々子ちゃん大丈夫だといいけど、なんかあいつも三つ男みたいにテレビの中入ってたりしねえのかな。ここまで来りゃうんうんうなって考える必要はもうない。霧の日までに奈々子ちゃんを助け出す。なるほど、展開が熱いな。もう行っちまうかこの流れで。もう即日だろ。行こう先輩。おりせち、いや久々だなテレビの中入るのも。最近ずっと平和を謳歌してたからな。よかった久々にテレビの中来れて。すごい霧だな。最近の霧騒ぎと何か関係あるのかな。ラストっぽい感じだよな。この中もなんか変くまね。きっと街でいろいろ騒ぎになってるから、こっちの世界にも影響しちゃってる予感。なるほどね。今はとにかく急ごう。リセ、ナナコちゃんがいる方角わかるか。来た、いつものやつ。ちょっとエロいやつ。それ全然ヒミコのレベル上がってないけど。あっちから感じる。早いな。すごい、何この優しい感じ。あ、やっぱナナコはシャドウになってもナナコなんやな。絶対助けてあげなきゃ。シャドウナナコが非常に気になるもんね。行こう。全然ヒミコのレベルとか上がってないけど、このラスダンでめちゃくちゃ投げんじゃねえだろうな。このダンジョンめちゃくちゃレベル上がるんじゃないか。あ、綺麗。これがナナコの心の中か。綺麗すぎない？お城か。ここがナナコちゃんの。熱いナナコの心の中を覗いてしまう。綺麗。お話に出てくる天国みたい。なんかナナコがずっと死を連想するような感じになってるな。天国とか言っちゃうとな。そっか、天国みたいか。お母さんに会いたいとかかな。お母さんが天国に行ったから。やっぱナナコちゃん心の奥じゃ。仕方ないよ、まだあんなに小さいんだもん。そうだな。ナナコは心の隅に死別した母への寂しい思いを抱えていたようだ。必ず助けよう。そうやな、全力を尽くす。絶対に助け出すクマ。まあ、クマの
生ためを見つけてとっちめるのは後だ。クマのアイデンティティにも関わってるからな、ナナコは。まずはナナコちゃんの救出。さあ誰連れていくかな。いやー悩ましいね。どうしよっか。とりあえずレベルの前に、あ、ちょっとメガネナオト見せてくれ。メガネナオト初メガネナオト。あーなんか普通あれは似合ってるな。さあ行きましょう。事態は一刻を争います。ナオトは初参加だからな。ナオトは連れていきたいか。ちょっとレベル差とか見てみるか。55、52、54、43。まあ、クマ、ユッキーが一段と低い感じか。クマ、ユッキー、ナオトか。ユッキーも メディラマまで覚えてるしな。あ、そうだ、アマテラスなったんだった。なんか米粒みたい顔が。アマテラスこんななのか。まあ、かっこいいけど、やっぱこのアナサクヤ姫の方がちょっと綺麗だったよな。鈴鹿権現。あとマックスになったのは、あ、スサノオも見たいんだよな、そういえばな。スサノオ、あ、こうやって見るとかっこいいな。クマ見つけるぜ、絶対。クマ久々だもんな。ナオト、最善を尽くします。ナオトメガネいいな。早く行こう、きっとお兄ちゃん待ってるから。絶対待ってるわ。ナナコちゃんのために頑張ろうね。4人少ないわ。もっと連れて行きたいわ。あれセーブしたいんだけどな。ちょっとダンジョン入る前に、今までコミュ用でねペルソナが満タンだったんで、ちょっと1体作っておこうかなと。まあ、ラファエルが作れるようになってたんで、まあ、セタンタと一言弟子と聖竜からね作ろうと思います。まあ、カイムコは継承用で、まあ、マハラクカオートが引き継げればいいかなといったところでしょうか。まあ多分ラファエルなんでね、いい技覚えるんじゃねえかな。ランク8だし割と上がってくれるだろうしな。よし、かっけえな。私はラファエル、その身を守り、その傷を癒す心の泉。キザやな。恋愛組やしな。ふわいいね。まあ、ディアラハンだからな。メディアラハンまでまだいかんかな。魔力上げてくれ。まあ、メギドラあるしね、割と使い勝手いいんじゃないか。運が高えな、運が。いいぞ。マハスクカじゃ。アムリタね、それ。状態異常回復か。アムリタいいやん。お、いいよ、アムリタ。気絶防御。気絶防御はまあ、そんなにか。気絶防御いるか？どうしようかな。気絶防御。気絶しなくなる。気絶防御は別にいらんかな。あ、ちなみにアムリタは味方全体の状態異常治療。あ、いいやん、アムリタ。メシアライザーまでとはいかんけど、味方全体状態異常回復はいいぞ。電気ブースターもハジオンがいらないんだけど、気絶防御も別にいらんしな。これ捨てよう。あ、これにしよう。あ、メディアラハンや。メディアルハンまで覚えさせたいな。あ、優秀じゃん。ラファエル優秀だぞ。アムリタとメディアルハンか。いいね。ちょっともう一人スカディ作りますかね。ちょっと継承だいぶ適当なんですけど、まあ、コンセントレートだけ引き継げばいいかなと。まあ、マハタルカジャは別にいらないっちゃいらないんだけど、マハブフーライオンの飴を覚えるんで、まあいいんじゃないかなと。まあ、ちょっと枠を開けたいがゆえの、ちょっと適当合体ですけどね。まあ、多分強い技覚えると思うんでね。まあ、ソロネ、ガネーシャ、ヤランシー。まあ、あんま使わないだろうなっていう3体を、まあ、とりあえず合体させとこうって感じでしょうか。まあ、ランク9だしな。いい技覚えてくれたらいいけどな。黒。いつもより黒くない？私はスカディ。あなたのお力になれるよう頑張りますわ。やたら黒いな。まずはブーフラインから。魔力高いからね。氷結ブースターとか覚えてくれたらかなり強いんじゃないかな。お、氷結ハイブースターいいよ。いい技覚えるよ、氷結ハイブースター。よし、お、次氷結反射。
いいじゃん。氷結反射だ、火炎弱テックからな。ちょっと出すとき気をつけないといけないけど、でだいぶすっきりしたかな。よし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 。でもう一体このタムリンが作れるようになったんで、レベル53、タムリン作っちゃいますか。イケメンだな。まあ、空風林がクラスチェンジしたみたいな感じだけど。ドゥーン法王7神杯やたガラス。じゃあタムリン4神合体でね作ろうと思います。まあ、勝利の息吹と、まあ、楽んだ引き継げばいいかなと。あとは多分いいの覚えるでしょう。まあ、音が強いからね。ジオダインデスバウンドハイパーカウンター弱点なしと、いいんじゃないでしょうか。まあ、ランクマックス太陽だからね。ほう、これは間違いなく強大な力を授かって生まれてまいりますな。これでいいだろう。かっこいい。イケメン度が増したな。私はタムリン精一杯お守りいたします。太陽込みの力がユミちゃんの力だな。これはどんどん上がるでしょう。ランクマックスのペルスマ合体したの初めてか。何気にマハラッカオート、そうだ、まあ、シシリでいらないかな。あ、チャージね。力強いからな。お力どんどん上げてほしいな。チャージからのデスバウンドでしょ。チャージはまあ暴れまくりは消していいかな。よし。お、電気ハイブースター、お、いいね。ジオラインと電気ハイブースター。マイクは低いけどね。ステータスだいぶいいぞ。電気ハイブースター、ダブルシュートいらないかな。よし。新物理見切り、新物理見切り、力伸びるね。新物理見切りか、どうしようかな。力が伸びてほしいな。ハイパーカウンターが 20% 反射、新物理見切り回避率3倍、回避率3倍の方がいいかな。ハイパーカウンターよりいいか。ちょっと取ってみるか。ハイパーカウンター捨てて新物理見切り取ってみよう。不屈の闘志。あ、次はマックスでも、ま、最後まで覚えんか。ユミちゃんとの絆が足りんかったか。あと3万は育てないといけないわけね。タムリン、ちなみに不屈の闘志、もう HP0 になった際 HP 全開で復帰、強っ。1回は死ねるってことか。あ、いいじゃん。食いしばりより全然いいじゃん。全開で復帰だからな。これ強い。あ、これ欲しいわ。事故を防げるな。とりあえずタムリンつけておけば。これはちょっと育てたいかも。ちょっと色々準備してる間に冷静になってきたな。先にクエスト終わらせようかな。ナナコ助けに行きたいけど、先にクエストだな。劇場、お、ナオト、初ナオト。え、銃構えてるやん。え、ナオトの装備ってお前銃持ってんの。あ、南部2、ニュー南部じゃん。勝也と同じ口径の小さい安全装置がしっかりした銃。ガチ銃持ってるやん。いいのがゴシックシャツ。あ、ちょっとハードアーマー着せてあげるか。スパイラルピアス、え、ピアスつけてる。意外に女の子っぽいのつけてるやん。銀製のシンプルだがかっこいいピアス。ピアス、え、ピアスの描写とかあったっけ。初期装備ピアスとか、マジか。来た、ナオトからか。やっぱ早いんだな、ナオト。え、あ、そうだ、設定してない。ちっさ、見えねえ。こいつを頼みます。全然見えねえじゃん。あ、眩しい。こっちは眩しくて見えねえ。見えないやつ多すぎないか、うちの仲間に。とりあえずイケメンから見てくか。あー、もうフフフほぼ強っ。はは、314、つえ。話聞いとくか。先生大丈夫、クマよね。よね、ナナちゃんすぐ助けに行く。クマよ、クマもなんだかんだナナコに依存してんだな。みんなナナコに依存してるからな。急ぎましょう。何か嫌な予感がします。生ための日記、救うって書いてたよね。こんなの救いじゃない。ナナコちゃん大丈夫かな。やばい、宗教めいてきたな。ちょっとデスバウンド見てみるか。頼む、
おお、意味へえ。小さすぎない？あ、でも強い。全然いけるじゃん。じゃ通常攻撃やってみっか。普通に銃撃つのかな。普通に撃つ。強い。いいね。あ、リロードしてる。初直人の総攻撃見とくか。カットインな。お、見下してる。見下してくれ、もっと。これいいな、ちょっとでかいので見たいな。でかい絵で。じゃあ直人の裏ボス行きましょうか。中にシャドウがいるよ。まあ割とレベルも上がってきてるし、まあ多分大丈夫じゃないかなと。あ、可愛いじゃねえかよ。さあ行くよ。ダバダバしてるな。まあ、ね、裏ボス油断すると結構危ねえからな。ちょっと直人が割と使いやすいのは使いやすいんだけど、属性魔法持ちじゃないからな。おっと、ずえマジかよ。何今のゴッドハンドって、ペルソナ2でもあったよな。万能属性だっけ、ゴッドハンド。あれと同じ技かどうかわからんが。マジか。さあ、どうしよう。即死してるやん。とりあえず何が効くのか。サミダレ切りぐらいしかやることないな。無道浜王はもう意味ないし。割とボス戦抜きじゃないのかな、サミダレ切り。頼む。これ2、3回当たれば、2回か。2回当たればいいんだけど。あ、ミス。ニカーム。ペルソナ。速攻残骸とかしたクマが。高橋でも。敵は1体だよ。ちょっと待って、俺今、あ、ペルソナ切り替えてなかったんですけど、今何つけてんだっけ。ランダとか。うわ、マハタルカオートでもつけてくれよかった。もったいね。しくったな、これな。うん、これはいける。きっと勝てるよ。ほんとかよ。極論の器。ゴッドアンドが最強技なのかな。ミサキが食らったら終わりか。あ、でも単体魔法だから大丈夫なんだ。2のゴッドハンドはね、全体魔法だったもんね。あ、どうしよう。とりあえずタムリンに変えて、タムリンつけとけばそうそう死なないからな、多分。楽な。物理が効くのかどうかすら分からんのか。ナオトが当ててくんないとな。ジオ効くかどうか試すか。ジオダイン、ジオ通れば結構楽になる。タムリンジオダイン効くって、お、効くじゃん。256バイラスウェイ。お、なんだこれ、また強すえ。あ、物理、いや、新物理見切りで避けた感じ。またクマが死んでる。いや、めっちゃ物理使ってくるってことか、こいつ。紫外線の1個しかない。いや、これはちょっともったいないな。言うてやることねえぞ。あれ、なおとボス戦不向きか。属性魔法ないもんな、1個もな。メギドラ打つと SP 消費激しすぎて全然持たないからな。サミダレ切り1回当てろ。あ、よしよし。あ、2回当てればまあまあ大丈夫だ。ジオダインまあまあ通るから、まず楽だから。マハタルカジもかけたいな。クマが動ければいいんだけど。バイラスウェーブとかね、また死ぬようなクマ。よけてくれ。あ、よいしょ。よくよくよくよけたが、ナオトは食らってるな。物理つらいね。サミダレ切り、まあなんとかなるか。ペルソナ、いいね。ナオトかっこいいな。ただあのペルソナ小さすぎて見づらい。手当てしてあげて。部屋までペルクマ。死ぬときはなんか一発で死にそうな気もそんなこともないが、しょうがないか。万全期してやるか。1回目2回目ペルソナ。いや、1回つってもな、ちょっとアマテラス見慣れてきたわ。違和感しかなかったけど、さっきまでからのジオダイン。いや、まあ当たるから不思議けど、まあ、ここは攻撃した方がいいな。でもチャージしてデスバンドの方がいいのかな。でもそんな道に通らなそうだしな。バイラスウェーブ、これも強えな。ああ、全然当たった。あ、そんなでもないぞ。早く2人いればなんとかなるか。サミダレ切り。行くよ。まあ、楽んだ切り打ちにこれも当てておきたい。当たんね。全然当たらん。まあ当たる風で、ちょっと欲張っていくか。大丈夫ですよ。ユッキーの慈愛の心でいっぱい回復する。え、普通に聞いてる。ミサキタルカジャ持ちだったっけ。なんかそんなのあったっけ。ペルソナ、あれランダだよな。ランダは別にオート系ついてないはずなのに。なんかアイテムかなんかか。ってことはミサキだけ今タルカジャ聞いてねえのか。くそー、もったいねえ。あー、なるほど、タルカジャ聞いてたからジオダインやたら聞いてたのか。まあいいや。
マジだ冗談だ。チャージリスバンドで2ターン使うよりはゴッドアンド来た。あー死ぬ。あ、食いしばり、いいね。そうだな、サミダレギリ行くよ。これ2回当たればな、軽風効いてるから結構効くんじゃない。あ、いいね。あ、1回か。ジオダイン、もっと効く魔法ないのかな、ジオダイン。でもジオダインでもあんま効いてるか。ゴッドアンド、あー、ユッキー狙いか。ユキコ先輩、ユッキー柔らかいからな。あ、ユッキー狙いきついな。ナオト、お前ダメージソースになってくれないと。よしよしよし。なんかナオトのこの自信ない声が何言ってるのかよく聞こえないな。俺が喋ってるからかもしれないけど。でレオ太郎がジネスで買ってくれた毒ダミちゃん飲ましてやるよ、特別に。毒ダミちゃん、サンキューだくま。あ、これで戻ったね。まあそこか、右玉でしょ。ペルクマ、今働かずに来た。ユッキーはちょっと叱るべき時にタイミングを見て蘇らせた方がいいな。ちょっと今危険すぎる。必要ない、半分いった。あー、ゴッドアンド、あ、これいかん。あ、カウンター、あ、物理か、万能じゃねえんだな。え、じゃあランダ出しとけばランダ出しとけば反射してくれるな。強えな、多分な。ゴッドアンド来た、カウンター。あはは、そりゃそうなるか。地返しの弾、まあ、クマからかな。地返し、でもゴッドアンド食らったらどうせ即死だし、攻めるか、ジオダイン。まあ、タルカジャと楽んだ効いてるうちにな。必中だな。クマは好感度が、そうか、まだ達してないんだ、食いしばりまでは。これクマも一回出せない方がいいんじゃないか。ミサキ単独で挑んだ方がいいんじゃないか、これは。サメダレギリ、行くよ。ちょっと挑んでみるか。できるだけ結構それまで。お、いいねいいね。ジオダイン、ミサキ一強時代が到来した。あ、もうすぐ死んじゃう。バイオスウェーブ、これも物理なんだよね。新物理見切り結構避けるね。タムリめっちゃいいんじゃない。一応7個の指輪で、ビーズの指輪で属性魔法も結構避けるんだよな、ザコの。これナオト回復した方がいいか。いや、攻めよう。死ぬ時は死ぬんや、ナオト。あ、いいね。あー、もう一発攻撃力戻ってきたか。まだ防御は下がってるし、タムリンが強すぎる。タムリンだけでいいじゃん、もう。バイラスウェーブまた避けるでしょ。避ける。あ、ナオトも、ナオトも、ナオト酷使しすぎか、これ。サメダリギリを打てないか。ネギドラや、ナオト頼む。お、いいね今。あ、この動きいいな。全然じゃないかよ、楽んだ。ナオト早いのにな、一番全然当たらねえ。ゴッドアンド、これはよけ。いや、ナオト君倒れた、まずいって。これはまずいな。これゴッドアンド打たれて避けれなかったら死ぬから。でもね、新物理見て避けれる気がするんだよね。あと2発ぐらいで死ぬな。生き返らすか。じゃあもうハンゴンコウしかないんだよ。ハンゴンコウユッキーに使って、ユッキーのリカームでなんとかするしかない。バイラスウェーブで死ぬとかないよな。あ、結構食らうんだよな、ミサキだけ。なんかやたら勝て、リカーム、クマかな。あー、でもユッキー死んじゃいそうだな、これ。大丈夫かな。あ、ミサキはちょっと攻撃しとくか。ユッキー大丈夫か、危ねえ気がするな。ユッキー死んだらまた半分ごと無駄になってしまう。バイラスウェーブ、あー死ぬ、避けて。あ、死ぬねー、死ぬねー、これマジか。そしてあと一発まで削っといて、バイラスウェーブ。ミサキが相性が良すぎるだけなのか。いや、マジでかっこいいけど、経験値上げたいな。せめてユッキーには経験値上げたいんだけど、生き返らせて、半分こうなくなるか、大丈夫かな。
次のボス戦もあるのに、7個7個ダンジョンのボス戦もあるのに、半分個1個すまねえ、許してくれ仲間たちを。そんな大した経験じゃないだろう。3750か、大したことないわ。勇気上がった。3750だったらすぐだな、割とすぐ溜まる。多大なる犠牲を払ってしまった。手の上に何か置いてある。アルジャーノン、何、花束。アルジャーノン、全パラメータ5アップ、いいじゃん。本当の幸せを与える、ある科学者の引いた引き金。本当にアルジャーノンに花束をのやつですか。あ、結構強いな。23085。ナオト の通常攻撃のクリティカルモーションがかなりかっこいいからな。ナオトは割とモーション的には気に入ってるけどね。よし、シシルイルイだな。あ、機嫌悪いじゃん。これすげえボってくんじゃねえの。23,490円。ちょっとお高めかな。ちょいとお高めだな。いやーでもな、ね、SP、まあ三崎は自分で回復できるからいっちゃいいのか。じゃあいっか、回復なしでいくか。リボンシトロンガブ飲みさせるか。腹パンパンになるけどな。炭酸ガブ飲みさせてこれでいくか。三崎は9まで切るからいいでしょう。さっきレベルが1個上がったんで、四季王子作ろうと思います。まあその間拾ってきたギリメカラと、大事に育てた北斗星君、あとカーリーですね。まあちょっとこの辺物理タイプばっかりになってきたんで、今もうタムリンだけいればいいから、まあこの辺を一緒にぐちゃぐちゃっとしてね、もう四季王子にまとめてしまおうと、そういう感じですね。四季王子なんかいい技覚えてくれたらいいけどな。次は俺のアドバイスっていうなんかよくわかんない技なんで、ちょっと心配なんだけど。来たガンダム、我は四季王子、何時の守護こそ我が使命なり。愚者込みの力が、あ、回った。四季王子いいな、可愛らしいよな。よし、アドバイスの次がいい技だったりけど、力高いからな、51だからな。リケンラム、チャージリケンラムかなり強いんじゃない。あ、ミドルグローか、ミドルグローか、まあ、悪くはないけど、悪くはないな。何してるかな。レボリューションいらねえか。ちなみにアドバイスは敵にクリティカルを与える確率が上昇する。だレボリューションと被ってるしな。いや、レボリューション捨てる。あ、物理向こう、別に遠いな。あと2か。まあ物理向こうはいっか。ランダが物理反射覚えるしな。そんな大したことなかったね、四季王子。まあちょっと控えメンバーかな、合体材料って感じだな。いやーごめん7個お待たせ。あー7個待たせてるというのに、何のんびりとクエストアイテムの回収とかやってんだ俺は。自己嫌悪だよ。あー綺麗、静か。BGM おしゃれ、穏やかだな。でもなんだろうこの胸騒ぎ。奈々子ちゃん待ってて、絶対助けてあげるから。え、めっちゃ綺麗やん。やっぱ奈々子の、俺奈々子の中に住みてえな。ボーカルつけやん。 BGM 水も流れてるし、めっちゃおしゃれ。これスタバとかで流れてるやつじゃないの。 MacBook Pro で仕事しながら聴く曲じゃねえのかこれ。全然戦うような感じの BGM じゃない。これ敵出るんじゃねえか。あ、いるわ。めっちゃいるわレーダーに。聞きてえなワンコーラス。あ、盛り上がってきた。盛り上がってきた。これなんて言ってんだろう。だいたいペルソナ4の曲全部英語だからな。クリアしたら英語の歌詞調べよう。クマがノリノリに聞こえる。
なるほどな。めっちゃおしゃれやん。あれ、セント BGM はちゃんとしてるんだ。めちゃくちゃ極彩色だな、背景。気をつけてね。汗かいちゃった。あ、1821? 経験値かなり上がってるな。さっきのボスの半分ぐらいもらったぞ。隠しボスの。どんどん上がっていくな。この BGM ちょっとなんか、くじかれるような気持ちを。なんかまったりしちゃうよ。あ、でもめっちゃ綺麗だな。ほんと住みてえよ、こういうとこ。1週間ぐらいで飽きるんだろうけどな。でちょっと1週間ぐらいこういうとこ散歩しながら暮らしてみてえわ。7個の中に入れさせてくんねえかな、俺も。宝箱、あ、7個の中の宝箱、さぞいいものが入ってるに違いない。7個の心の宝箱。雷神の瞳、お、強そうじゃん。電撃属性攻撃に対する回避率大幅上昇。あ、電撃回避か。じゃあクマかな。あの、何気に美咲がつけてるあのビーズの指輪の効果結構出てて、大天使の加護で避けるタイミングが結構多いから、割とバカにできないな、回避率上昇も。結構避ける、結構実感できるね、ビーズの指輪の効果はね。あ、いいね。これ霧がかってるの結構残念だな。これでも綺麗に描写しようと思うと PS2 じゃ厳しいだろうけどね。こんだけ綺麗な感じだとな。あえて霧がかかってんだろうけど。よし。おお。危ない。さすが一気。もう一回。ああ。ユッキもう一回。あ、一回しかダメなのか。ちょっと全然死なねえんだもん、敵が。油断したらランダとかつけてるから。